今回は嫁の浮気夫への復讐場面に登場した個性的なキャラ特集です。かなりぶっ飛んだ。個性的なキャラばかりなのでゆっくりしていってね。一本目は、結婚相手の両親から提示される条件がエベレスト級だった一致の話だっぴ。彼両親に立ち向かうために送り込まれたドキュン女に注目だっぴ。容姿端麗、高学歴、上流階級出身。結婚相手の両親から提示される条件が、厳しすぎて、手も足も出なかった一致。それでも愛する彼との結婚を諦めきれない。一致は、とんでもないドキュン女を彼両親の家に送り込んだ。一体、どんな人物がどんな方法で、モンスター彼両親に立ち向かっていったのか。ドキュン女 VS 毒親の仁義なき戦いの様子を残した伝説のスレの開幕である。結婚条件が厳しすぎる義両親に私より超ハイスペックな彼女をご紹介してやった結果、義両親にずっと結婚を反対されてたけど、逆転ホームランを決めたった話を聞いてって、彼は同じ地元だけど社会人になって出会った。優しくて、かっこよくて、私の理想の人だ。2年交際して、結婚の話もするようになった頃、彼からあることを打ち明けられた。それは、義両親がかなり厳しい人ってこと。彼との結婚話で思い上がってた私は、なーに、そんくらい大丈夫、愛嬌だけは自信があるんだから、と完全に舐めてた。彼は苦笑いで、そうだね、きっと気に入ってもらえるよ。と消えそうな声で言う、厳しいってどれくらい？礼儀とか常識？それくらいは私も大人だから大丈夫だよ、と私が言うと、彼は、いや、そういうんじゃなくて、うん、と浮かない顔。そして彼は、義両親が提示する結婚相手の条件とやらを話し出した。やばすぎて、嘘でしょって笑っちゃうくらいやばい毒親だってこの時知った。そもそも息子の嫁に条件を提示する時点で人として未熟だと思うし、そんな親を持つ彼も、そんなのが乙女になる一致も気の毒だわ。どんな条件？笑っちゃうくらいやばいならその時点で別れとかないと。義両親が嫁に求める条件さらしてくねえ。1、容姿端麗身長165cm 以上、整形論外。2、初婚、罰あり論外。3、両親健在で上流階級。4、親は自営業、または大企業勤務。5、息子より年下。6、A ラン以上の大学卒息子と同等かそれ以上。7、個人の貯金が500万以上。8、健康な後継ぎの男の子が産めるからだ。9、結婚後は専業主婦。10、料理、家事を完璧にこなせる。ざっとこんなことを言われた。条件に一つでも合わないと、即追い出される模様。念のため、私のスペックを話しておくが、1、盆顔、身長157、整形歴はない。2、結婚歴なし。3、父は昔病気で他界してる、母子家庭。4、母は地元で小さな美容院やってる。5、彼の2歳年上。6、美容専門卒。7、貯金500万もあるわけない。8、まあ健康だけど子は作ってみなわからん。9、いずれ母の美容院手伝う予定。10、料理家事なんてしたことない。一個でも当てはまらなかったらアウトなのに私の場合、ほとんど当てはまらん。なんでこんなに条件つけるの？一応聞くけど、義両親は人間。わろたかねずるのような家柄を嫁にしろってことか。彼氏ひどいよな。なんで結婚意識しだした時点で言うわけ？もっと早く言っとけよ。過去に親に彼女を紹介しても、親のせいでいつもうまくいかなかったという。だから彼も今まで私を義両親に合わせることはしてこなかった。愕然とする私に彼は、それでも俺は一致との結婚を諦めるつもりはないから、説得して、それでもダメなら親と縁を切ってでも結婚したい。って言ってくれる人だったことが唯一の救い。親子の縁を切らせるなんてできない。だったら違う部分で認めてもらうしかない。私と彼は本気だった。後日、彼が義両親に結婚したい人がいると話すと、連れてきなさいと言われたようなので意を決して義実家へ足を運んだ。そして迎えた挨拶当日。私は緊張で眠れず、朝から水さえ喉を通らなかった。それでも前日から準備しておいた菓子折りを忘れずに持って義実家へ。玄関で義両親と初対面。私の姿を下から上へと舐め回すように凝視した後、大きなため息をつかれ、仕方なく家にあげられた。手渡した菓子折りは鼻で笑われ、玄関の床にポイッと置かれた。彼が慌てて拾い上げ、ごめんね、気にしないで。って小声で謝ってた。この時点で私はもう死にたくなった。今へ通され、彼がお茶なんかを準備してる間にいきなり聴取が始まった。おいくつ？ 28 歳です。あらまあ、おばさんね。お帰りいただける？え？母さん。冗談よ。冗談がおきつい。笑ってるけどこっちは泣きそうだ。身長が低いわね。息子と並ぶと余計ちんちくりんに見えちゃって子供みたい。
彼は身長180ある。釣り合わないって言いたいんだろう。ご両親はどんな方かね。父は10年前に他界してます。母は地元で小さな美容院をやっています。義父の表情がみるみる曇っていく。その後も、学歴、貯金額、病気歴など根掘り葉掘り聞かれ、圧迫面接を受けている気分だった。だけど全て正直に事実を話した。すると、うん、20点。といかめしい表情で義父がボソ。義母も、20点もあるかしら、と首をかしげていた。勝手に点数つけられ私、涙目。整形は嫌いだけど、あなたの場合は整形した方がいいと思うわよ。だって、何も取り柄がないんだもの。せめてお顔だけは良くしてないと。君の姿を見ていると、仮想階級の人間だということは一目でわかる。残念だが、うちとは縁がなさそうだ。息子とは早急に別れてくれ。一気に畳みかけられ、もう何も言えなくなった。私のことを言われるのは仕方がないが、家族のことを言われるのは悔しくて涙出た。論外すぎる、未だにこんな親がおるんやな。彼氏は黙って見てたの？ちゃんと横についてフォローしてくれてたよ。でも全く効果なかった。どんだけ立派な家柄なんだ？まあ、ちょっと裕福な家ってくらい。義父はもともと大企業勤務で、数年前に定年退職して、豊かな退職金もらって何不自由なく暮らしてる感じかな。あと先代が残した資産とかがちょっとあるみたい。別に名家とかそんなんではない。なんだ、すんごい財閥の息子かなんかと思ってたわ。中途半端な小金持ちほど、金や権力重視するんだよな。絵に描いたような身の程知らず。結局、初めての義実家訪問では強烈な義両親にコテンパンにやられた挙句、彼氏の方が耐えられなくなり、一致の手を引いて退散したという。これは想像以上に手強い相手だ。彼氏も本気で親との縁を切ることを考えていた頃、一致は地元の飲み会である人物との再会を果たし、事態は大きく変わっていく。あんなことを言われたのに、それでも彼は別れるどころか私との結婚に向けて、本気で親子の縁を切りたいと悩んでて、とてもかわいそうだった。私は、どうしたらいいのかわからなくなった。彼と別れたくない、できれば結婚したい。でも結婚となると、彼が親と縁を切るしか道はない。彼にそこまでさせる資格が、私にあるとは到底思えない。ご両親の条件に合う人と結婚することが、彼にとっても義両親にとっても最善であることは私が一番わかっていた。そんな時、地元の仲間で久しぶりに集まろうと声がかかった。普段あまりそんな場には顔を出さないが、その時はどうしても焼け酒したくなって、顔を出した。そこには、かれこれ5年以上会っていなかった幼馴染、姫子の姿があった。以前会った時とはまるで違う風貌に皆驚いている。しかし口を開けば、天真爛漫で明るい、昔の姫子のままだった。連休を利用し久しぶりに地元に帰省していた。姫子は銀座の高級クラブの美人若ママとしてその界隈では有名らしい。昔から綺麗な顔立ちだったがさらに磨きがかかってもはや芸能人級だ。毎日お酒を飲む仕事なのにモデルのような体型。整った顔をくしゃっとさせて笑う姿に、男も女も夢中になる。姫子の実家は、地元では有名な地主で金持ち。頭も良くて国立大卒、留学経験もあり、英語もペラペラだ。今は都心の一等地にあるタワマンで優雅な一人暮らし。姫子は社会人になって初めて行った東京に魅了され、地元の会社を即退社し上京。驚くべき行動力と持ち前の美貌で一気に夜の女王へと上り詰めた。白い肌には似つかわしくない、いかついタトゥーが入っておりそれもまた姫子らしい。彼氏が彫師だと嬉しそうに話す。私とは全く別の世界に生きているのに、姫子はとても、親しみやすく、やっぱり幼馴染なんだって思った。そんな姫子に、私は悩みを相談。彼の両親に心ズタズタにされた話をした。姫子は爆笑しながらも慰めてくれた。そして、それ、私に任せてもらえないかな？と言ってきた。姫子の話を聞いて、私たちはある作戦を決行することに。姫子何者だ？28でクラブのママならかなりやり手であることは分かった。神様も不公平だな。姫子のスペックを一つくらいうちのイッチに分けてくれよ。さらっとひどいこと言ってて草作戦について詳しく。ある日、姫子は彼氏と共に結婚の許しを請うべく義実家を訪ねた。イッチ捨てられててくさー。ここからは彼と姫子から聞いた話だ。前もて彼から結婚したい人を連れてくると知らされていた義両親は、彼の車が駐車場に到着する音を聞いて、未来嫁の品定めのため玄関先まで出てきた。姫子は金髪ウィッグに超ミニのワンピース。自慢のタトゥーを惜しげもなく披露し、片手にバーキンを引っ下げて車から降りた。
彼もまた、姫子に強い影響を受けたような、光沢のあるスーツに鋭利に尖った靴を履き、髪型はバーバー系刈り上げオールバックで、決めてきた。義両親でさえ、自分の息子だと気づかないほどの変貌、ぶりだったという。なんだ、お前たちは。ゼックギェフ、ボカーン義母に向かって一歩、また一歩と歩みを進める姫子。ハイヒールの姫子には田舎の砂利道はかなり高難度だったようで、彼がしっかりと姫子を支えていたという。田舎の風景が CG に見えるほど、姫子の風貌は田舎にはミスマッチだったらしく、その光景に彼は小刻みに震えながら、笑いを耐えるのに必死だったらしい。すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思うが、これが姫子が考えた作戦だ。こうすれば、私と彼の結婚を義両親が認めてくれると姫子、まだピンときてない人は、ぜひ続きを読んでほしい。みんな姫子に惚れるはずだ。絵面やばすぎて払いたい。姫子の影響を多大に受けて英国紳士になってる彼氏かわいい。なんのこっちゃわからんがなぜか早く続きが見たい。ピース。固まる義両親に二人は軽く挨拶をする。ちょっと、息子くん何してるの？何って、彼女だけど。今日連れてくるって言ったじゃん。あ、彼くんの彼女させてもらってます姫子でーす。ヒールきついんでさっさとお邪魔しますねー。と言って、二人は義両親を無視して家の中へ。ドカッと座った姫子のハイヒールを、彼が丁寧に脱がしてあげていい彼氏アピール。わあ、なんか田舎のばあちゃんちって感じいいなにこの置物、渋ー。と姫子は開始早々義実家をディスる。気安く触るんじゃない。と義父に怒られても鋼のメンタル姫子はギャハハハハハと笑ってずかずか家の中へ。早く帰ってもらってくれ。義父が彼にそう耳打ちするが。なんで？俺の実家なんだからいいじゃん。キャラが違いすぎる彼の喋り方に義父は混乱。って感じで、義両親は仕方なく姫子と彼の後を追うように家の中へと入った。家の中は一瞬にして、振りかけすぎたディオールのフローラルな香水の香りが充満。義母は小走りでありとあらゆる窓を開放しまくり必死の換気。彼キューン、私はコーヒーお願い。砂糖なしのブラックで。姫ちゃんからコーヒーのオーダーいただきましたー。ホストクラブみたいになってて草。なんなんだこいつらは。という眼差しのまま義両親も席に着いた。コーヒーを飲んだら帰ってくれ。なんでですか？姫は、彼くんの結婚相手なのに。そうだよ、俺姫ちゃんと結婚するから早くいつもの質問攻めやってくれよ。今回は条件クリアの自信相当あるぜ。彼の挑発に最初に乗ったのは義父だった。ほう。そこまで言うなら経歴を話してみなさい。そして私が大敗した義両親による圧迫面接が始まったのである。ああそういうことか、意図がわかったぞー。ということ、解説してくれ。姫子は義両親の出す嫁の条件に合ってる、いわば義両親の理想像だ。条件だけで人を判断する義両親が、これで結婚を認めなかったらおかしいよねって話。そこで義両親の思考自体を変えさせるために姫子は自分を犠牲にしてまで一致のために、戦っているってこと、だよな。うん、そういうこと。姫子は、私と彼が結婚できるようにと、こんな汚れ役を買って出てくれた。惚れるぜ、姫子を。ついに、イッチと彼の結婚をかけたドキュン偽カップル VS 義両親の、熾烈な戦いが始まった。果たして姫子の作戦は吉と出るか、凶と出るか。姫子さん、あなたの職業は？銀座のクラブでママやってます。この歳で女帝です、女帝。まあ、お下品。なんでですか？彼パパは大好きだと思いますけど。おっほん。義父、渾身の咳払いで流す。結婚したら、その仕事を辞めるつもりか？もち、あ、彼キュンがね、私一人で十分養えるんでー。ぐ、なんだと？女が働いて男が家庭に入るだと？そんな家庭がどこにある？いや、今時普通だよ親父。うっそマジー？彼パパ時代遅れすぎー。じゃあ、あなたが養えるって言うけど、お給料はどれくらいかしら？そうですねー。一月で彼キュンの年収は稼いでますね。ぐ、なんだと？一ヶ月で年収分。一年だとおいくらになるの？おい、お前、年収で揺らぐな。この後も姫子は次々ぶつけられる質問に嘘なしで正直に答えていく。最終学歴は？うちは高卒を断りよ。国立大出て、2年間留学しました。こう見えて英語ペラペラなんですよ。今から全部英語で答えましょうか？あ、そしたらお二人が聞き取れないか、ソーリー。やめたれー。ご両親はどんな方かしら？自分の子供を夜の世界で働かせるなんて、さぞ放任主義の親なんでしょうねー。うちの両親はお金持ちですよ。放任主義っていうか、子供のしたいことに、いちいち口出ししないっていうか、まあそうできる余裕があるっていうか、そこに英国紳士がすかさず入る。
姫ちゃんち、王子主だぜ。スーパー横の大豪邸あるだろ。あれ姫ちゃんの実家。なんですとー。母さん、いつも近く通るたびあんな家に住みたいって言ってたよな。姫ちゃんはそこのお嬢さんなんだ。あ、そうなんですか。彼ママったら、かわいい。結婚したらいつでも遊びに来てください。義母、顔真っ赤にして黙り込む。しかし姫子の勢いは止まらない。その、体に掘ってある入れ墨は何だ？親からもらった体にそんなもの。いや、これ入れ墨じゃなくてタトゥーです。超可愛くないですか？うちのマミーも可愛いって言ってくれて。うちの家系は入れ墨禁止なんだ。残念だが帰って。超可愛い。俺も掘りたいんだけど。じゃあおそろしようよ。あ、彼パパと彼ママも一緒に掘ります。全然痛くないし、おすすめですよ。なんて掘る？トリマお互いの名前だよね。姫子、フォーエバー、ラブ、って掘るわー。じゃあ私は彼キュン、エターナル、ラブにするわー。フォーエバーラブ、エターナルラブダサすぎわろた。何この人たち楽しすぎて笑っちゃう。演技だとしても大人をちょくるプロだー。いけません。タプーもダメ、結婚もダメ。なんでなんでなんで。姫、この家に嫁入りするもん。なんでだよ。条件にぴったりだろ。高学歴で養子短麗、実家金持ちという条件には当てはまるはずなのに、義養親は断固として姫子を拒否。それでも屈しない姫子。あ、じゃあもう二人で海外で暮らす？こんな親の元でどうやって幸せになるの？そうだな、もう縁切るしかないな。親の求める完璧な女性を連れてきたっていうのに、それでも反対されたら。縁切らない限り、俺一生独身だわ。息子の絶縁ワードにあからさまに動揺しだす義養親。自分たちが出した条件が、親子の縁の存続を揺るがす大問題になるとは思ってもみなかったのだろう。息子、あの子はどうなったんだ？前回お前が連れてきたあのパッド先子。ああ、一致には振られたよ。親のせいでな。英国紳士、決死の大芝居。しかし大根すぎて姫子は笑いを必死にこらえていたという。一致ちゃんめっちゃいい子なのにもったいなー。彼パパ彼ママ見る目なさすぎるんだけどー。そうなんだよ。すごくいい子だったんだ。親思いで、俺のことも本当に愛してくれた。なのに親父たちに提示された無茶苦茶な条件のせいで俺たちは引き裂かれた。だから俺は、条件に合う高校して連れてきたのに、また親父たちは俺の声を踏みにじるのさ。ああ、イッチ。久しぶりに会いたくなったよ。ぶ、姫子、耐えきれずに吹き出す。ふ。彼も耐えきれずに笑い出す。自分たちの演技に耐えきれず笑ってるだけなのに。彼の頭がおかしくなり笑い出して、それが自分たちのせいだと勘違いした義養親。そしてついに、この子はダメだ。その代わり、一致ちゃんとよりを戻して結婚しなさい。そうよ、この子は銀座に置いてきて、一致ちゃんを連れてきなさい。じゃあ私はどうなんの？帰れー。といった感じで、姫子は義養親から追い出され、二人は見事完全勝利を収めた。追い出されてるのに完全勝利は新しい。しっかり一致の株が上がったな。もう笑い止まんないドキュンな彼女連れてきたら、一致がめっちゃ、まともに見えて条件なんてどうでもよくなったのね。彼氏、姫子グッジョブだわ。嫁がドキュンという恐怖はもちろんだが、息子までドキュンに汚染されかけてるとこが、いい具合に義養親には効いたんかもな。タプーのくだりも、絶縁宣言のタイミングも秀逸すぎた。これ考えた姫子はただもんじゃない。若くして銀座で成功してるだけあるわ。姫子のハイスペックドキュン女の演技が功を奏し、見事義養親を改心させることに成功。一致と彼はその後も順調に交際を重ね、頃合いを見て改めて義養親の元を訪ねた。惨敗したあの日以来の義実家。やはりいい思い出がないから緊張したが、義養親は別人のように私を笑顔で出迎え、ものすごいおもてなしを受けた。普通にしてるだけなのに、一致ちゃんは言葉遣いも綺麗で気品があっていい。とか、息子が道を踏み外さなかったのは一致さんのおかげだ。とか、それは姫子の残した功績に至るところで助けられた。でも人ってそんな簡単に変わらないと思うし、結婚後にチクチク言われるのは嫌なので。でも私なんて、家柄も普通だし何の取り柄もないですし。ってわざと言ってみると。そんなの関係ないのよ。私たちも、痛い目にあって何が本当に大切かわかったの。と。姫子の作戦がここまで効果を発揮するとは思ってなかったからびっくり。むしろ義養親の方から早く結婚するようせかされる形となった。そして結婚の話は急速に進み、私たちは無事に結婚式までこぎつくことができた。結婚式当日。当然、私たちの架け橋となってくれた姫子も出席してくれた。上品な着物もさすがの着こなし。しかしここでも姫子が一仕事やってくれた。当然、私たちの結婚式での友人代表スピーチは姫子以外に思いつかなかったので彼女に依頼。
意気揚々とマイクを受け取る姫子に、義両親もやっと気づいて目をぎょっとさせていた。その反応がよほど楽しかったのか、姫子は水を得た魚のようにスピーチを始めた。序盤はありふれたお祝いの言葉や幼少期のエピソードなどをしとやかに話す姫子。しかし最後の最後に姫子節が炸裂。しっかりと義両親の目を見ながら、堅苦しい結婚の条件やひどいダメ出しにも屈せず結ばれた二人だけど、嫁いびりとかされたら速攻別れなよ。代わりに私が嫁いで、あ、げ、る、か、ら。と言うと、一瞬会場はシーンとなり私と彼だけの笑い声が響き渡った。義両親は姫子の目を見ることもできずにガクガクブルブルしておりました。こうして彼氏は私の夫となり、心配された嫁いびりもなく平和に暮らしてる。姫子、抜かりないいい糸も思ったな。おめでとう。結婚式で姫子と義両親の再会はわろた嫁姑問題まで先読みして牽制するなんて。さすがです、姉さん。姫子にはきちんと恩返ししたか？自分は遊びで楽しませてもらっただけだからお礼なんてとんでもないと言って聞かず、後日姫子のお店に夫婦で遊びに行ってそこで少しお金を落としてきたくらい、それでもありがとうと泣いて喜んでくれた。本当にいい子なのよ。みんなも銀座に行ったら姫子を探してみてほしい。そういうお店って女も行っていいの？姫子に会ってみたいわ。お金払っていくんだから男も女もないよ。姫子の店絶対楽しいと思うわ。オツでした。イッチも英国紳士と幸せに暮らすんやで。いびられたら姫子連れて行け。姫子の斜め上の作戦で、見事イッチは好きな人と結ばれましたとさ。我が仏と落としな考えの親には、ドキュンを送り込めば大体のことは解決しそうです。以上、最後は姑問題まで先読みして牽制するドキュン女でした。2本目は、夫と浮気相手の両家顔合わせに参加してきたイッチの話だっぴ。イッチの他に参戦してきた乱入者に注目してご覧くださいっぴ。夫と浮気相手の両家顔合わせに私も飛び入り参加してきた。ある日、され妻イッチはそんなスレを立てた。一体、どこから突っ込めばいいのやら。大好物なクズ夫の匂いを嗅ぎつけたひよこみんたちは、イッチの衝撃的な話を、聞いていく。常識の範疇を超えた夫のはちゃめちゃぶりに天罰が下るとき、顔合わせ会場にはイッチの他にも乱入者が続出し、ドシュラバな展開を迎えることに。浮気相手の両親に結婚挨拶する夫、親族のふりして乗り込んでみた。夫が女と顔合わせしている現場に、ポリスの姉と飛び入り参加したことがきっかけで、夫とは別れた話。鉄面皮な夫と留めをぶちのめして離婚を勝ち取ってやったわ。情報オーバーロードそしてものすごく詳細が気になるんです。顔合わせって、結婚前の挨拶のことだろ？なんで既婚者がそんな場にいるんだよ。とめ潜るってことか？ぜひ詳しく聞かせろください。詳しくありがとう。いろいろと意味がわかんないよね。私も最初は果て？だったから気持ちはわかる。じゃあことの経緯から話していくとする。その前に簡単なスペックから。私と夫は共に30代。結婚4年目のどこにでもいる平凡な夫婦だった。子供はおらず、共働き。私は接客業、夫はスポーツインストラクターを生業としていた。私も夫もシフト制で、休みは主に平日。帰宅時間は、早い日もあれば遅い日もある。そんな不規則な就業時間のせいで夫婦揃って夕食を取る日は少ないが、夫婦仲は良好だったと認識している。まあ、お互い好きなことを仕事としていたし、それを理解し合えていたので、喧嘩もしないし、何より私は一人の時間がないと。ダメな性格だから、仕事によって適度に一人の時間が確保されるのは好都合だった。夫よりも私の方が先に帰宅した日は、一人でぼーっとしながらスーパーで適当に、買った安いワインを片手に、ベランダに出て都会のよどんだ夜空を見上げては、郊外にうずもれた星を探す時間が私にとってはご褒美のような時間だった。星探しなんかしてるから浮気されるんだよ。火の玉ストレートの正論だな。まあワイワイっちの気持ちよくわかるで。恋人も夫婦も家族も、適度な距離があった方がいいに決まってる。だが、その適度ってのが難しいよな。適用を間違った結果が一致夫婦だから。痛いとこつくなよ。まあ、おっしゃる通り私がのんきに天体観測しているとき、夫は浮気していたわけだから何も言い返せないよ。それに、夫の浮気を知ったのも私の姉経由なんだ。仕事以外、引きこもりがちな私だから。姉からの情報提供がなければ、今でもまだ私は騙され続けていたかもしれない。陰キャが無理して結婚なんてするから。一丁外、結婚を経験しないチーグーのお前よりはマシだぞ。うんぐー。チーグーとは、チーズグードンを注文してそうな顔の陰キャの意味である。夫は、新しいコースのレッスンを受け持つことになり、帰宅が毎日のように、遅くなっていた。
その分、給料にはきちんと反映されるし、仕事を苦に思ったことがない。夫なので、夫さえ大丈夫ならと私は気にもしていなかった。私も私で、大好きな。一人時間が増えることでなんか趣味でも探してみようかなー、なんてのんきだったが、夫の言う新しいコースとは、浮気相手とのニャンニャンレッスンだったってわけだ。これは給料が増えるどころか、金も信頼も減る一方のレッスンですね。30代男の水泳講師ってだけでも手そうだもんな。いい体してそうだ。ぐふぐふ、寒いから早くしろ。そういう流れはないからパンツ以外も履いておけ。夫の浮気に気づいたきっかけは、先ほど申した通り、私の姉からの密告だった。私と6歳年の離れた姉は、現役の警察官だ。ちなみに電車通勤である。その日、姉は日勤で19時過ぎの電車に乗って帰路についていたという。満員電車に揺られる姉から、夫が女と手をつなぎ電車に乗っているという旨のラインを受け取る。夫はその時間、授業中のはずだが、と姉に返信すると、夫で間違いない、平和ボケも大概にしとけ、となぜか説教されてしまった。そこから姉は、夫の追跡をスタート。自分が本来降りる駅よりずっと手前で降りた。夫と女を追跡するため、自身もその駅で降りて鬼の追尾。その様子を聞く駅ラインで私に報告してくるんだよ。マルタイ、修羅場駅で降車。女は推定20代後半。ロングヘアーに、サーモンピンクのワンピースを着用。東口に向かって移動中。こちら追跡します。正直私は返事を返す余裕もない。夫が浮気だなんて。姉の口頭無形だと、信じたかった。が、姉はしっかりと証拠写真も一緒に送信してくるので、私の心拍数は一気に跳ね上がり、天体観測どころではなくなった。マルタイ、東口から出てきた方向に進行中。なお、手つなぎから腕組みに変更。80メートルほど直進したところでビルに侵入。場所は、く、3丁目11。緊急事態発生、ビル内、多くの飲食店あり。マルタイを見失いました。エレベーターが5階で停止。おそらく5階の共用リアに入店。現任します。マルタイ確認。店名、至急応援求む、てな感じで、私もその店に急行する羽目に。優雅な一人時間が、夫の浮気と、姉のガチ追尾でお預けとなってしまった。向かうタクシーの中で、私はあれこれ、思いを巡らせていた。もしも夫が反省の色を見せ、その場で女と、縁を切るというなら、私は夫と再構築しようと考えていた。この時までは、ね。警官歴、随分と楽しそうだな。警察官って電車通勤するんだな。勤務時間外とは気が休まらなさそう。一度許したら二度目も三度目もある。ここで見切りつけて離婚してよかったよ。まさか嫁の姉に浮気現場を目撃され、嫁本人がその場に向かっているとも知らず、のんきに浮気を楽しんでいる様子の夫。この後おぞましい修羅場が用意されているとは、この時まだ、夢にも思っていないだろう。姉に教わった店に到着した。姉は帽子を深くかぶり、カウンター席で、一人ビールを飲んでいた。私も一応軽く変装してきたので、姉の隣に腰掛けて、まずは話を聞くことに。姉曰く、夫は右斜め後ろの個室にいるとのこと。薄い襖だったので、耳を澄ますと個室から夫の声が聞こえてくる。私の緊張はピークに達していた。ここで、姉から驚愕の事実を知らされる。当初、夫と女だけだったが、その後その個室に3名の大人が入っていった、と。一人は夫の母親、つまりトメ。他の二人も、トメと同じくらいの夫婦で。その夫婦が個室に入った時、女がお父さん、お母さん、と言っていたことから、メンバーは、夫、トメ、浮気相手の両親の警護人であることが分かった。トメが一緒にいることが全く理解できない、と頭を抱える姉だったが、私には合点がいく部分があった。トメと私は、結婚当初からどうも反りが、合わなかった。というか、最初から一方的に嫌われていた。トメは私の全てが気に食わなかったらしい。一人息子のムチコタンを取られた、という、意識も少なからずあったのだろう。息子を私に取られたからか、その直後から、孫コールが始まった。息子がダメなら代わりに孫を早くよこせ、ということだろう。しかし私と夫はすぐに子供を希望しなかったため、トメはさらに私のことを憎んだ。そんなトメを私は完全スルーしていたので、夫が板挟みになっていたのだが、夫は特別トメと仲が悪いわけではない。どっちつかずでどちらにもいい顔してたと思う。私はむしろ、夫に感謝していたのだが、浮気現場にトメがいるということは、親子でグルなのではないか?という疑念が生まれた。私に対するトメの態度を振り返ると、自分の意見にハイハイと従う女と息子をくっつけようという魂胆であることは、間違いなさそうだ。
しかし一番不可解なのは、浮気相手を堂々と母親に紹介できる夫自身。結局、夫は私と留をつなぎ留める役割を放棄し、自分の浮ついた気持ちと留の願望を、都合よくつなぎ合わせ、私を排除することで共同したのだろう。しかし、順序が間違ってはいけないだろう。どう考えたって、夫の場合は離婚が先じゃないとおかしい。離婚前から再婚相手を吟味するあたり、石橋を叩いて渡る系親子だ。そっちがそのつもりなら、二人がその石橋を渡り切る前に叩き割ってやろうじゃないか。そして、後戻りできる場所さえなくして差し上げようと思ったのだ。石橋を叩いて壊す系エッチはロタ。トメさん、強烈そうだね。ところでウトは？ウトは夫が幼い頃に離婚してていない。夫は母子家庭で育ったんだ。ウトがいたら、この親子もここまで腐らずに済んだかもな。女側は何も知らんのかな？だとしたらかなり悪質ではないか？知らないから両親来るんでしょ。女の両親も知ってて来てたらみんな頭おかしい。慎重に石橋を渡りたいぜとどうにか石橋を破壊したいぜ。結婚と離婚をかけた熱い戦いが、今、幕を開ける。姉と簡単に作戦会議をし、妻である私が先陣を切ることにした。首から下げたスマホは動画撮影音にして、夫たちのいる個室の扉を勢いよく開けた。こんばんは。修羅場に乗り込む第一声がこんばんはずるい。さて旦那とクソトメの反応が楽しみだな。夫は手に持ったグラスを豪快に自分の服にひっくり返す。私に集まった視線が夫に移行した隙に、トメは砂かけババアのような形相で、私のことを一瞬睨んだ。その後、信じられない言葉を吐き出す。あら、私子、あなたがなんでここにいるの？あ、すみませんねー、こちら、娘ですの。なぬ、私はババアの奇烈な作戦に不意打ちを食らってしまった。おう、私子、お前もここで飯食ってたのか？こいつは俺の妹です。さすがは親子。トメからのパスを華麗な胸トラップで受け取った夫。妹さんいたんだ、知らなかった。え？話してなかったっけ？初耳かも。はじめまして、プリと申します。無茶な設定に吹き出しそうになったが、案外プリが信じ込んでいるのを見て、夫とトメの肝を時間をかけてゆっくりじっくり冷やしていく作戦に変更した。私は渾身の栄養スマイルを顔に貼り付け、どうも、兄がいつもお世話になっております。と二人の作戦に乗っかる。どこか、ほっとした様子のバカ親子。これでこの場を穏便に運ぼうとでも思っているのか？だとしたら、救いようのないバカ友だ。旦那もトメも一気も鋼のメンタルで草。バカだな。妹なんて血与えたらそれこそエッチやりたい放題だろう。はい、公式メンバーにしていただいたので遠慮なく好き放題やらせていただいた。お前、友達と来てるんだろ？早く戻った方がいいんじゃないか？そうよ、お友達を待たせてるんじゃない？ここで引き下がると思ってるお花畑野郎たちの気が知れない。一人で飲みに来てたから全然平気。私もご一緒してもいいですか？あえて女と女の両親を見ながらそう言うと。あ、もちろんです。何か飲み物ご注文されてください。と、女からメニュー表を受け取って正式に顔合わせに参加することができた。ここからは私の独断上。私に、妹という地位を与えたことを後悔するがよい。お兄ちゃんにこんな可愛い彼女がいたなんて知りませんでした。お母さんは知ってたの？あら、あんたったら、お兄ちゃんのことなんにも知らないのね。一年前からお付き合いしてるのよ。こんなお嫁さんがうちに来てくれたら、お母さん嬉しいな。ね。私子もそう思わない？おっと、これは私に対する宣戦布告と見た。トメの言葉を直訳すると、旦那の浮気にも気づかないバカ嫁。早く離婚しろ、ということだろう。いきなりバッチバチの攻撃を仕掛けてくるトメ、望むところだ。お母さん、気の弱い女性が大好物だもんねー。お兄ちゃんも、お母さんの好みに合わせて、彼女選びしたんじゃない？結婚したらどんな仕打ちを受けるのか、ちゃんと説明してあげた？うちの母が姑になったら、ああ恐ろ。おい、私子、お前酔ってるだろ。すみません、こいつ酔ったらいつも、自分の妄想で話を進める癖があって。お兄さんの結婚が嬉しくてお酒が回っちゃったのかもしれませんね。ははは、もしくはお兄さんの結婚が少し寂しかったかな。ごめんなさい。さっき一人で結構飲んじゃってるから、変なこと言っちゃうかも。気分を害されたらごめんなさいね。うっぷ、はいはい、嘘。酒なんて一滴も飲んでおりませんが、本性を暴露されそうになったことで、トメも少し焦ったのかテーブルのご飯にがっつく。こんなのまだ序の口だ。お兄ちゃんとは、いつ結婚するんですか？それが、まだプロポーズも受けてないんです。私はそろそろ結婚したいなと思ってて、今回このような席を設けて、少しずつ家族ぐるみでのお付き合いもしつつ、
私たちも将来のことを真剣に考えていく時期なのかなぁと思ってるんですが。ね？そうだね。ははは。お兄ちゃんヘタレー、彼女の口からこんなこと言わせるなんてダメ男じゃん。早くプロポーズしなきゃ、素敵なお嫁さんに逃げられちゃうよ。私の言葉にそうだそうだと笑いながら嬉しそうな女。綺麗な曇りなき眼で、私の正体を知った時、ひっくり返るだろうな。プリさんは、兄のどこが好きなんですか？こんな完璧な男性が、まだ独身だなんてこと自体、私にとっては奇跡なんです。外見はもちろんですが、内面も素晴らしいお方で、出会った時から、こんな方と結婚できたらどんなに幸せだろうって思ってました。へえ、完璧な独身ねー。夫に目をやると、首をすくめ大変怯えた瞳で私を見ていた。完璧な男が独身って、絶対どこかに欠陥あると思いません？売れ残る理由があると思うんですよねー。もしくは、独身ってのがそもそも嘘。すみません。生ビールいっぱいくださーい。ああ、惜しい。いつもいいところで遮ってくるバカ夫。一応、まだ話を聞くだけの生命力が、残っているということか。なかなかしぶといやつだ。うちの息子は完璧よ。今まで仕事ばかりやってきたから、そもそも出会いの場がなかっただけ。欠陥なんてあるはずがありますえん。ふん、と私のことを見下しながら言うとめ。私が娘であるという、自分で作り上げた設定を自分で壊している自覚はないようだ。若干顔をしかめつつあるプリの両親にヘヘヘッと愛想笑いをかまし、当たり障りのない会話で一旦場をつなぐことにした。家族間で足の引っ張り合い、いい旦那が既婚者だということを省いても、こんな家族の元には娘を嫁にはやりたくないだろうな。一致が嫁だと明かさなくても、相手には十分悪い印象を与えられてるから、勝手に破談になりそうなもんだが。妹の特権使ってもっと根掘り葉掘り聞けよう。それはね、あえて聞かなかったんだよ。この後にもう一人、選手が控えてたからね。警官歴かー。忘れてた。こんばんは。そこで、再び個室の襖が豪快に開く。ついに姉のお出ましである。こんばんは。お姉ちゃん。ぐ。仲間の登場に、つい嬉しくなって私がお姉ちゃんと叫んでしまったことで、夫には姉までいることになってしまった。くそわろたー。姉も、先ほどまでの会話を聞いていたので秒で状況を飲み込む。家族の声が聞こえるからもしかしてって思ったらやっぱりビンゴー。弟よ、妹よ、そして母上、こんなとこで家族揃うなんて気分ねー。あ、お姉さん。お姉さんもいたんだ、夫くん。そうなんですよ。うちの息子は女に挟まれた真ん中でねー。昔っから、いつも娘二人のおもちゃにされてきたのよ。だから心が優しいんですの。今回もまた、止めの落ち着いた兄弟作戦でその場は和やかなムードに。何顔合わせ？夫もお母さんも教えてよ。水臭いなぁ、もう。姉貴。久しぶりだな。賑やかなご家庭ですね。年の近い女性が二人もいらっしゃるなら、娘を嫁にやってもいい相談相手になってもらえそうで、安心しました。私の隣に座る姉。夫の額からはついに大量の汗が吹き出る事態に。うちの姉、こう見えて警察官なんですよ。すごい、女性警察官だなんて、かっこよすぎます。どうしてそんなこと黙ってるの？いや。こんなうるさい姉だって知られたら、恥ずかしいだろ。もう、生意気なんだから、なんだ？それでも仕返しのつもりか？警察官、という言葉を聞いて目を輝かせる女家族に対し、あからさまに動揺しだす。止めと夫。自分たちのしていることが、まさか法に触れるのでは？という危機感を、感じてのことだろうか？ここで姉が仕掛ける。おっと、知ってるとは思うけど、二人が夫婦になるなら、私の仕事柄、お相手の身辺調査が必要になるの。それはきちんとお話してるよね？身辺調査。後で姉に聞いたら、兄弟の結婚相手の身辺調査なんて自治体によってはしないところも、あるし、過去に犯罪歴なんかがなければ特段問題ないらしいのだが、姉はこの日仕様で少しばかり大げさに話を持っているようだった。ああ、聞いたことあります。ご家族に警察官の方がいらっしゃったら、そのような調査が必要だって、本当にそんなことあるんですね。はい、少しばかりあなたについてお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、何でも聞いてください。ありがとうございます。虚偽の発言だけはなさらないよう、お願いいたしますね。こうして、偽姉ポリスによる恐怖の取り調べが始まった。夫とトメは、ここから一歩ずつ地獄へ徒歩を進めることになる。まずはお名前と生年月日、ご住所家族構成からお伺いしていいですか？プリヤマプリコ、生年月日。と、姉の口車に乗せられてプリはどんどん個人情報を晒していく。自分の浮気相手の情報が、浮気相手本人の口からダダ漏れとなる事態に焦って、
別にしなくても、よくない。と横から夫が邪魔をするが、姉の取り調べは止まる気配がない。ありがとうございます。では、うちの弟と出会ったきっかけをお伺いできますか？あ、はい。夫さんとは、夫さんがお仕事されてるスイミングスクールで出会いました。たまたま私が申し込んだコースを受け持っておられたのが、夫さんだったんです。それで、レッスンを重ねるうちに夫さんの方から、先生と生徒ではなく、恋人としてお付き合いできないか、と言っていただき、今に至ります。ほう、なるほど。生徒に手を出す先生を、あなたは軽蔑するどころか、喜んで受けた、ということですね。手を出す、というより、私のことを本気で好きだという気持ちが伝わってきたんです。お互いいい大人ですし、実は私もその前から夫さんに対してはいい印象を抱いていたので、私たちが納得できる形であれば、先生も生徒も関係ないと思いました。なんと、夫は仕事中に講習を受けている生徒に手を出していたのだった。そうよ。二人ともいい大人なんだし、出会いのきっかけはさほど重要じゃないわ。先生と生徒なんて、むしろ素敵じゃない。ですが、あなたたちが良くても、スクールの会社的にどうなんでしょう？生徒に手を出す先生、なんて知れたら会社の信頼を損なうことにはなりませんか？え？姉の言葉に、少し空気が重くなる。もうやめないか？それは調査に関係ないことだろ？いいえ、すべて調査に関わることです。では、普段うちの弟とは何曜日に、どのようにして過ごされていますか？はい、夫さんとは私のレッスンが終わった後にそのまま一緒に食事をして、映画館に行ったり、私の家で料理を作って遊んだりしています。夫さんのお仕事が忙しいので、会えるのは週に一度あればいい方ですね。はい、わかりました。では、これが最後の質問になります。うちの弟と結婚するおつもりである、というのは本気ですか？はい、本気です。夫さんとなら、幸せな家庭が築けると信じています。ご家族もこんなに素敵な方ばかりで、早くそんな未来が来てほしいと思ってます。幸せな家庭ねー。素敵な家族、笑わせるわー。はい、おっといかん、つい心の声がこぼれてしまっていたようだ。ご協力ありがとうございました。こちらが聞くばかりでは失礼なので、私どものことについてもお話しますね。心してお聞きください。なお、今から話すことに関しては一切の距離はございませんので。あいやしゃ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 、狐親子の化けの皮が剥がれるぞ。事情聴取はいい作戦、演技派姉妹ぶっちょぶ。ああ、未来が見える。袋叩きに合う親子の未来が見えるぞ。これまで静かに事情聴取を傍観していた一致だが、ついに反撃が開始される。私は、この人の妹ではなく、妻です。ああ。私の一言に、額をテーブルに打ち付けてバタバタのた打ち回る夫。嫁子、お前。その隣で、肌が焼けてしまうのではないかと思うほど強烈なビームを目から飛ばしてくると目。夫には兄弟なんていません。あなたは、夫の婚約者なんかではなく、浮気相手です。うぬぼれないでください。え、嘘でしょ。じゃあ、どうしてお母様が。意味わかりませんよね。それは私にもわかりません。少なからず、まともな母親であれば、既婚者である息子の浮気相手と両親がいる場に、のこのこと顔を出すなんて真似はできないと思います。おそらく、嫁である私が嫌いなので、早く私と別れさせてあなたと息子をくっつけたい、という魂胆だと思います。ですよね。お、か、あ、さ、うるうさーい。お前が余計な口出しをするな。これは私と息子の家族の問題だ。うちの息子の嫁として失格なお前が、余計な真似をするんじゃないよ。お前はさっさと離婚届を書いて、息子と別れればそれだけでいいんだ。本当に物分かりの悪い嫁だね。ついに止めが馬脚を表した。あまりの迫力に、その場の全員が顔を引きつらせている。既婚者。君、結婚してたのか？まるで悪霊に取り憑かれたかのようにうめき声を上げ体操座りをして耳を塞ぐ夫。私は私子の実子です。夫さんとプリさんがやっていることは、民法上違法行為にあたる、不倫という立派な不正行為です。それはあんな風に美しいラブストーリーに、仕立て上げられては、妹としてもやりきれないでしょう。でも私は本当に知らなかったんです。夫さんが既婚者だったなんて、今でも正直信じられません。それを私に言われても、夫本人に聞いていただけますか？夫さん、一体どういうことよ？知らない。わからない。夫にはプリが、と目にはプリ両親が同時にじりじりと詰め寄っていく。まずは夫の修羅場から見ていこう。ちゃんと説明して、結婚してるってどういうこと？俺は、結婚、してたの、か。ふざけないで。よくも私を騙したわね。浮気なんてクズのすることよ。クズ。クズ。
う、俺は、クズ。お前も、クズ。はぁ、うるせえなぁ。はぁ、なんか泣いたわ。こんなに重い女だとは思わなかった。お、重い女。そうだよ。ちょっと順番が変わったくらいでキー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 騒ぎやがって。どうせ離婚するんだから、別にいいだろ。完璧な俺と結婚したいんじゃねえの？ちょっとかぶる期間があるだけじゃん。それくらいの我慢もできねえのかよ。呆れた。だいたいね、離婚もしてないのに次の結婚相手を探してる時点で、頭おかしいのよ。だったら最初に言うべきでしょ？俺は今の奥さんと離婚する前に、次の嫁候補を探しているって、言ってくれたら、誰もあんたとはこんな関係にならなかったわよ。そんなこと最初から言うバカがどこにいんだよ。もしかして、恋愛初心者さんですか？この、人手なし、魚食家、社会のダミ、おっと、無事死亡。最高だなこりゃー、クズがクズらしく散っていく姿は潔くてよし。言ってることマジで社会のダミだよ。いや、ダミの方がもっといい子だよきっと。さて、次は止め定点カメラの様子をお願いします。あなた、それでも母親ですか？いくらお嫁さんとの間に問題があっても、ご自分の息子が不貞を働いていることを正してあげるのが親でしょう。親子で詐欺を働いて、うちの娘を陥れようなんて一体どんな神経をしているんだ。あんたのせいで、娘は浮気相手というレッテルを貼られたんだぞ。子供の教育以前に、あなたはどんな教育を受けて育ってきたんだ。は、私は親として、息子の未来を考えての行動を取ったまでですよ。今の嫁はね、私と息子を見下して自分勝手に生きていきたい人なんです。子供も作らない、姑に口応え、夫を存在に扱う鬼のような女なんです。そんな嫁から息子を救い出すことの何がいけないのでしょうか？息子が嫁選びを間違ったばかりに、私たち親子は計り知れない屈辱を経験したんです。息子がしたことは浮気なんかではありません。SOS 信号を出しただけなんです。嫁がいい嫁だったら、外に女性を求めること自体ありえないんです。全部、悪いのはあの嫁なんですよ。まるで私が夫と留を毎晩、火で炙った鉄の棒で殴っているような言い草だ。もちろん留のそんな虚言を信じるような人たちではなかったが、あまりにひどい言われようなので、ここだけは私の口できちんと訂正しておきたい。お母さん、私がいつあなたたちを見下したんでしょうか？子供を作るタイミングは、普通夫婦で決めることではないでしょうか？夫のことはいつも尊敬していましたよ。仕事を頑張ってる夫に口出ししたことないですし、毎晩遅く帰ってきたって笑顔で迎えてました。その間、夫さんは浮気してたわけですが。ほら見なさい、こうやっていつも生意気に口答えするんだから。これが口答えなら、あなたは私から言論、表現の自由を奪う鬼ババですよ。鬼ババあ。あと、夫が浮気に走る原因を作った私が悪い、というお母さんのおっしゃる理論は、いじめはいじめられる側に原因がある、泥棒に入られた家に対し、立地が悪い、と言ってるようなもんですよ。あなた、何を言ってるの？論点をすり替えないで。奇弁を並べているのはあなたの方ですよ。あと、息子に対する老婆心もほどほどに。しておかないと、いつか息子にも逃げられてしまいますよ。規制を上げることしかできなくなったとね、無事死亡。リズムグッジョブ。普通が通じない人との会話って疲れるよな。無事、親子で死んだな。お見事、お見事、小屋めでたい。でも旦那は一気にすり寄ってきたでしょ？うん、子犬並みの人懐っこさですり寄ってきたよ。鳥肌ばーだった。ごめんな、エッチ。離婚しようと思ってたけど取り消すよ。つい、お袋の意見に流されるところだった。この結婚、俺らで決めたことだもんな。子供も俺たちのペースで作ってさ、これまで通り俺ららしく生きていこうぜ。は？ダメよ息子くん、その女はダメ。プリちゃんにしておきなさい。誰がこんな男と結婚するかー。お袋もいい加減にしろよ。いや、お前こそいい加減にしろよ。何を？なんだよその手。気持ち悪いんだよ。さっさと妹から離れろ。じゃなきゃその手、ババアの手と手錠で繋いで一生離れられなくしてやるぞ。あ、ネキ。ちゃんとまだいたんだ。職権乱用が甚だしいんだよな。私はあんたと離婚するよ。だから、この手離してって言ってるの。いや、だからもう離婚は必要なくね。俺、プリとはもう結婚しないんだよ。お前の都合は知らないんだよー。何、親子揃って私から自由を奪うの？私と離婚して、お母さんが納得いく相手を見つけて、また再婚したらいいじゃん。ま、あんたの給料じゃ私に慰謝料全額払い終わるのに10年そこらかかるかな？再婚はその頃やっと考えられるんじゃない？慰謝料だと、10年払わせ続けるってお前、本当に鬼だったのか？借金すればすぐに払い終わるよ。あ、お母さんにも借りたら？いやよ、私はお金なんてないわ。お袋のせいだ。
よくも俺から全てを奪ったな。結局、親子で罪のこすりつけ合いをするという幕引きで修羅場は終わった。こうしてこの親子とは縁を切り、離婚して法的にも赤の他人となったお。その後、元夫はプリちゃんにもすがったらしいが、ひどい捨てられ方をした模様。私とプリ、同時に捨てられた元夫だったが、その後、元夫のスイミングスクールに、元留がたびたび現れては、水泳をしに来ている女性たちに息子の押し売りを始めたんだとか。私の友人が、そのスクールの幼児教室に子供を通わせてるんだけど、その友人曰く、元留は手当たり次第、若い女性に近づいては、うちの息子をもらってやってくれ、と言い回っているらしく、その対象は子供のレッスンを見守るママたちにまで、及んでたとか。その界隈で元留は妖怪嫁に来いと呼ばれ、利用者から会社側に苦情が殺到したことで元夫は自主退社せざるを得なくなった。それが原因で親子の縁まで切れたとかで、しっかりクズらしい末路をたどってた。激しく落つ、妖怪嫁に来いって誰がつけたんだろ。ネーミングセンスすごいな。会社に母親が押しかけてくるなんて、さすがに元旦那には同情するわ。いやいや、そこに同情したらおかしいだろ。自分で撒いた種なんだから。警察官歴は元気か？一致の近況は？相変わらず天体観測ばっかやってるといい出会い見過ごすぞ。余計なお世話だな。姉は元気でやってるよ。今度、姉の同僚を紹介してもらうんだ。一人の時間もほどほどに楽しむことにするよ。恐ろしい計画を企てていた親子にも屈せず、姉と協力して見事な心理戦を繰り広げた後、夫と留に天涯孤独をプレゼントした一致なのでした。口の立つ親子を相手にできる一致も、相当気が強そうですね。以上、キャラ強めな姉と共に見事な心理戦を繰り広げ夫と留を天涯孤独にした話でした。3本目は、姉と婚約者の記入済み結婚届を発見してしまった一致の話だっぴ。なぜか姉と婚約者を祝福する準備を始める一致の企みに注目だっぴ。大好きな相手と婚約し、周りに祝福され幸せいっぱいの一致。式や新婚旅行などこれからの結婚生活に夢が膨らむ。しかし、姉を婚約者に会わせた時から雲行きが怪しくなっていく。そして一致は姉と婚約者の記入済み婚姻届を発見してしまう。ショックを受けるが、姉のある一言でなぜか姉と婚約者を祝福する準備を始める。一致の企みとは一体何なのか？婚約者の家で彼と姉の婚姻届を発見。勝手に提出し、両家親族で祝福した結果。家に帰ったら、婚約者と姉がいたしてたんだけど何これ？どうして？なんで？え、私悪いことした？怖すぎて逃げてきちゃったんだけど。のんきにすれ立てしてる場合か？最初からクライマックスすぎてくさぁ。証拠の動画腹でー。あまりにもいきなりすぎて、誰かに聞いてもらわないと、精神壊れそうだから、すれ立ては許して。今家の近くの公園だけど、公衆トイレでゲロってきた。なんでよりによって実の姉と婚約者が繋がってるわけ？二重の意味で繋がってるなぁ。ニキは煽るのやめやぁ。一致が家に帰ったらマジで繋がってたってこと？詳しく。思い出すのも嫌なんだけど、今日はそもそも私、友達と泊まりがけで、遊びに行く予定だったんだ。だけど、友達の家族が倒れちゃって、急遽キャンセルに。仕方ないから、婚約者と同棲している家に帰ったのよ。そしたら家の外からでも、わかるくらい、中で何かがドタドタ暴れてる音がしたから、え？空き巣？と思って、一階の私たちの部屋の外をぐるっと回って、こっそりリビングの窓から中を覗いてみたんだ。そしたら、中で、実の姉と婚約者が裸で夜のレスリングしてた。栄養軍、次ー。壁を突き抜けて聞こえきた姉の絶叫に、さらに上がる精神ダメージ。一致より父でかくて最高。って婚約者の声も聞こえてきて、気づいたら公園に逃げてきてた。ごめん、ちょっとまた吐いてくる。予想より何倍もひどくてくさぁ。一致、生きろ。ただいま、胃のもの全部出たよ。ゲロは吐くけど、すれ立てしたろってなる精神はすごいわぁ。強いのか弱いのかぁ。婚約者と実の姉の言い訳できない浮気現場を見てしまったか弱い乙女だぞ。一致、これからどうするんだ？いずれにせよ浮気の証拠は集めておけよ。じゃあ、やっぱり浮気の証拠としてレスリングの様子は撮っておくべきか。一致、撮影しに行けるのか？見たらまた吐くんじゃない？また吐くかもしれないけど、どんな理由で浮気してようと許せないから、写真は撮っておきたいよ。ここが正念場だと思ってちょっと行ってくるわ。そう言って、一致は1時間ほどすれから離れた。行ってきたんだけど、どこかに出かけたのか二人ともいなかったので、自室の PC から報告。念のため、婚約者と姉には適当な理由つけて今の居場所を LINE で聞いてる最中。証拠写真撮れなかったってこと？写真は撮れなかったけど、固く捜査に切り替えてきた。
そしたらとんでもないものが見つかったんだけど。お、なんだなんだ。記入済み婚姻届。しかも私と婚約者とのものじゃなくて、姉と婚約者の。なんで？なんでそこに姉の名前？あと、挙式後に提出予定で預けてた私の方の婚姻届が破られてゴミ箱に入ってた。レスリングの様子なんかよりこっちの方がよっぽどショックだったわ。ひでえことする二人だ。そもそも婚約者と姉は一致から見ても怪しかった感じなんか？今にして振り返ると、最初から浮気の片鱗はあったのかもしれない。一致は初めて姉と婚約者を引き合わせた日のことを話し始めた。私と婚約者の栄養は、同じ会社の同期。お互いに食べ歩きが好きで、一緒に気になるお店とか行ってるうちに仲良くなって、付き合い始めた。栄養は穏やかで優しいし、料理するのも掃除するのも好きだったから、結婚したらいい夫になってくれるって。プロポーズされた時は信じて疑わなかった。まあ、本当は浮気男だったんだけど、今思えば、実家に栄養を連れて行った時から、すでに怪しかったな、って思う。初めて家族と顔合わせした時、栄養は私の両親と話してた時は緊張してたんだけど、バイトから姉が帰ってきて、栄養と姉にお互いを紹介したら、うわぁ、イケメンじゃん。もう一致、先に教えておいてよ。体たくましいね。運動してるの？服のセンスいいね。その色着れるのはおしゃれさんだよ。モデルとかやってなかったの？いけるよ絶対。って姉のテンションが高くなって、栄養の見た目を褒めまくり始めた。姉は私より5歳上なんだけど、小動物系の見た目だから、実年齢より若く見られるし、何より可愛い。そんな可愛い姉に褒められて嬉しかったのか、栄養はだんだん饒舌になり始めて、楽しそうに話すようになった。怖いお姉さんだったらどうしよう、って思ってたけど可愛い人でよかった。って冗談も言うようになったから、緊張がほぐれてきたんだなって。自分の家族に打ち解ける栄養を見て幸せさえ感じていた。でも姉は、すでにこの時点で栄養にロックオンしてたんだな。家族と栄養とで候補の式場の写真見ながら、ここのチャペル素敵。やっぱ、こういう映える式場でみんなにお祝いしてもらいたいよね。とか、このモデルさんのドレス可愛い。栄養くんはこの中だとどれを着てほしい？とか聞きまくってた。最初から全部、姉は自分が栄養の花嫁かのように話してたんだ。気づかなかった私、本当にバカだ。こんなん真っ黒黒すけじゃん。姉が栄養とファーストコンタクトの時からすでに様子がおかしかったことに、気づかなかったと嘆く一致。姉の怪しい行動は他にもあり。まあ、初対面でまさか家族の婚約者狙うだなんて思わんわな。でも、この姉の感じだと他にもやらかしてそうだぞ。一瞬も疑わなかった私がバカとしか言いようがないんだけど、姉は、やたらと栄養と私の家に遊びに来たがるようになってた。しかもアポなしで早朝から来たりする。この前も朝の6時にピンポンって来た。さすがに眠くて一回無視したら、チャイム連打、ドアドンドン、止まらない LINE の着信音でさすがに無視できない状態に。出てみたら、ケロッとした顔の姉。こんな朝早くから何？なんかあったの？大好きな妹が結婚しちゃうと思ったら寂しくなっちゃった。かまってってずけずけと上がって、朝ごはんの催促して起きてきた栄養とずーっとおしゃべり。栄養も嫌がる素振りを見せず、二人で永遠とお菓子食べてお茶飲んで、話して。一致は本当にどんくさいから、栄養くんがしっかりしてね。お願いね。って好きあらば私下げ。おしゃれじゃない、料理できるけどよく焦がす、洗濯物も下手。といろいろバカにされたよ。料理すると味の素を力士の塩のように巻く、洗濯したら。香りの強い柔軟剤をブレンドして異臭騒ぎを起こすやつには言われたくないわ。一致の姉貴うっざ。こいつ、友達いねえだろ。そう、姉はその性格のせいで男友達？はいるけど女友達はゼロ。徐々に栄養は私が話していても反応が薄くなって、どこにいてもスマホを手放さなくなった。さらに、姉が遊びに来た時に、私がふとトイレに行って戻ってくると、姉と栄養がなぜか慌ててた時もあった。ここまで怪しくて何も気づかずに入れた自分が信じられない。二人とも私が浮気と、不倫する人が大嫌いって知ってるはずなのに、浮気してたとか許せない。今ようやく LINE の返信来たわ。婚約者は家にいる、姉はバイト中って嘘が返ってきた。返信のタイミング同時とか一緒にいること確定だろ。誰だって浮気する奴は嫌だよな。一致はこれからどうしたいんだ。栄養とは別れるし、姉とは縁を切るよ。でも絶対にタダでは別れてやらねえ。って思ってる。もっと決定的な証拠集めて、買ってやる。今日の私は、泊まりで遊びに行ってる設定だから鳥真似カフェで夜明かすわ。いい報告期待してるぞ。思い返せば思い返すほど怪しかった姉と栄養の二人。気づかれないからとずっと言いように騙されていた一致は、怒りを胸にすれを離れた。それから2週間後。
途中経過だけど、決定的な証拠が録画できたので一旦報告するね。おお？一度戻ってきた。浮気を知った日から一夜明けて、私は普通に家に帰ってきて、婚約者と変わらずに、あの家で二人で暮らしながら日常を送ってる。でもずっと浮気について考えてた。婚姻届だけだと、インパクトはでかいけど言い逃れされそうだから、もっと強い証拠が欲しくて、ちょっといい監視カメラ買っちゃった。それをリビングの家具の陰にセット。あとは二人を呼び出すだけと思い、わざと栄養に向かって、今週金曜日の夜、先輩の家に泊まってくるね。朝までお酒飲んで映画見るんだ。と言って今週の金曜日は私が絶対に家に帰ってこないことをアピール。ふん、そうなの。って夫はいつも通り、薄い返事だったけど、スマホを触る手が止まってた。後で録画を、見返したら、話した後に私が自室に戻って一人になった瞬間にスマホいじってた。多分まんまと姉を家に誘うメッセージを送ってたんだと思う。もちろん姉にも、私は栄養と同様に、金曜日に先輩の家に行くから、栄養が家で一人になる。栄養はめんどくさがりだから、ご飯をちゃんと食べるか心配。と吹き込んで、家に来させる作戦。土曜日の夜に帰ってきて、カメラの録画見たら、ちゃんと金曜日の夜に二人で家に帰ってきたよー。まんまと引っかかっててくさー。帰ってきた時によく遭遇しなかったね。そこのあたりも抜かりなく、泊まることを話した時にちゃんと二人に。土曜もなんやかんやで先輩の家にいるから、帰ってくるのは夜なんだよねー。帰る時に LINE するから。って夜までには帰ることを伝えて、さらに帰る前の LINE で会わないように対策してた。ここから監視カメラで撮れた内容を書いていくね。二人のただいまー、という声とともに、手をつないでリビングに選手入場。そのまま、ソファーの上で大人のレスリング夜の部開幕。姉の絶叫にイヤホンで映像確認していた私の耳が死ぬ。夜の部終了。カップ麺をすすっている二人。ねえねえ、いっちといつ別れてくれるの？もうそろそろ婚約破棄してくれないと。結婚式の当日になっちゃうよ。せっかく婚姻届も書いたのに。と姉が私と別れるように催促。すると栄養の反応が目に見えて悪くなる。ああ、俺がイッチと別れたいって気づいてくれないからな。姉に目を合わせずに、私のせいにしてうやむやな返事を続ける栄養。本当に私のこと好きなの？好きだよ。好き。でも、本当に結婚する必要あるのか？このままの方が楽しくない？誰がどう聞いてもダメな提案に案の定姉はスンスン泣き始めた。どうしてそんなこと言うの？やっぱり私のこと好きじゃないの？泣き出した姉にオロオロする栄養。好きだよ。悪いのは別れてくれないイッチだよ。全部イッチが悪いよ。は？全部私のせいなの？つか別れたがってるなんて初耳なんだが。別れてほしいなんて言われたことないし、言ってきたところで素直に別れてやるか。絶対にただじゃ婚約破棄してやんねえ。ええよ、お前は下半身に素直すぎる。つまり人として猿以下のクソ。クズ栄養許すな。絶対にボコボコにしてやれ。監視カメラにより決定的な証拠と自分本位すぎる栄養の現地を取ったイッチ。ひよこみんがクズ男の制裁を求める中、数ヶ月後に待望のイッチが帰還した。私の姉と浮気してる婚約者を持つイッチだけど、制裁してきたから報告に来たよ。イッチ待ってた。クズ栄養のことを考えると夜と仕事中にしか寝られなかった。ワイもイッチが心配で毎日ご飯と肉とビールしか喉を通らなかったな。みんな、待たせちゃったみたいでごめん。謝るのはええから、早く結果教えてくれよ。ごめんごめん。じゃあ、早速詳しく書かせていただきます。まず、私はあの浮気の証拠になる映像を見返して、栄養には姉と結婚する気は、全くないというのを確信。可愛くて巨乳のいつでもやれる相手が欲しかったみたい。このことは映像の終わり頃に姉がシャワー入って一人になってる時に。結婚ってうるせえな。胸と顔がいいだけで調子に乗んな。と愚痴る声が入っていたので嘘ではないと思う。幸い、浮気を知った日に栄養の部屋から入手した婚姻届はずっと私が持っていた。婚姻届と浮気の証拠映像を持って、私はあるところによって報告を済ませ、姉を近所の喫茶店に呼び出した。何も知らずのこの子やってくる姉。何々？改まってどうしたの？担当直入に聞くけど、栄養と浮気してるでしょ？これ部屋で見つけたんだけど。え？いきなり霊の婚姻届を突き出されて固まる姉。お姉ちゃん、男友達多いけど、さすがに身内の婚約者には手を出さないって思ってた。固まってないでなんか言ったら？この前の金曜日の映像あるけど見ておく？そう言って問い詰めると、姉は泣き始めた。結構みっともなくビエビエ泣いてた。ごめんなさい。わざとじゃないの。でも好きになっちゃったの。好みのイケメンだったし、優しかったし。彼氏もいない時で、何一つ納得できない言い訳を並べられてうんざりして帰りたくなった。わざとじゃないとか言いながら、しっかり顔見て選んでるし、彼氏がいないに関しては。だから何？って感じ。
私の周りでも恋人いない人多いけど、妹の恋人を略奪する奴なんかいないっつーの。一致の姉、まただけじゃなくて頭も緩いな。泣けば済むと思ってる。お姉ちゃんキャラ大好きわいでも、こんないろんなところが緩いお姉ちゃんは無理。本当はその場でビンタしたくなったけど我慢して、姉にハンカチを渡した。お姉ちゃん涙拭いて、泣くほどエオのことが好きだなんて思わなかった。ごめんね。大切な妹の結婚相手奪うダメな姉でごめんね。お姉ちゃんの気持ちわかった。よし、私応援する。この婚姻届け出しちゃおう。私は、愛し合ってる姉とエオを、本当に結婚させてあげることにした。ん？私の提案に姉ポカーン。ほら、行くよ。役所歩いてすぐ行けるから、ちゃっちゃと出してこよう。そう言って半ば無理やり姉を連れ出した。途中で。エオに言わなくていいの？一致は本当に許してくれるの？って生意気に心配してたけど、大丈夫。エオサプライズ好きだし、私も二人がハッピーでハッピー。とこれから二人に起きる復讐のことを考えてスキップしてる私。そしてそのまま勢いで二人の婚姻届を提出させることに成功。やたらと明るく振る舞う私に勝手に許されたと思ったのか。婚姻届を出した時には笑顔になってたね。それを見て、計画の手応えを感じる私。今日の夜は私とエオの家でみんなとお祝いだね。宴だー。来た来た来たー。祭りの予感がするぜ。この時を待っていたぜ。あくまでも姉とは体だけの関係でいたエオに最高の形で復讐するために、姉をそそのかして婚姻届を提出させた一致。そして始まる祭りの予感に、最高潮になるヒヨコミンたちだった。お祝いの準備を進めて、ついに仕事からエオが帰宅。ただいま、一致。もう寝てるのか？真っ暗なリビングの部屋の明かりをつけた瞬間、バーン、バーン、と四方八方から鳴らされるクラッカー。結婚おめでとう。エオ、結婚おめでとう。髪の輪っか、バルーンで飾り付けられたリビングで拍手とともに、祝福されるエオ。ニコニコの笑顔で拍手し続ける、私の両親、エオの両親、そして私。もちろん主役は嬉し泣きしている姉。状況把握に時間がかかり、ついていけずポカーンとしているエオ。イッチ、これは何？どういうこと？私は用意しておいたホールケーキの紙皿を手に取る。何って、入籍祝いだよ。お前と浮気相手のな。そう言って、エオの顔にケーキをドーン。ビーコ。てめえのことだよ。許されてると思ってんじゃねえ。そしてそのまま、紙皿に残ってるケーキを姉の顔にもドーン。な、なあ、目に、目にいい。ふぐー。な、なんで私にまで？もちろん顔面にお見舞いしたのはケーキではなく、パイ投げ用のクリーム。結婚式でするファーストバイトの練習と見せかけて、姉がエオにパイ投げする。というドッキリをしよう。という嘘をついて姉と一緒に準備したもの。顔中クリームだらけになって、ちょっと目に入ったのかうずくまってもだえてる二人。うん、気持ちいい。これぞまさに狂乱の宴。パイ投げやりてー。憧れるわ。パイ投げ、予想より楽しかったー。令和でリバイバルはワンチャンあるー。婚約者いながら浮気して許してもらえると思ってるの？違う。俺の本命はイッチ。っていうかなんで婚姻届けもっぷー。言い訳しようとした途端に、エオ母から追加のパイを食らうエオ。結婚相手を裏切ることして何が本命だ。お前を種馬に育てた覚えはないよ。姉に婚姻届を突きつける少し前に、私は実家の両親とエオの両親の元を訪ねた。そこで、二人が浮気していることを話して、婚姻届も浮気現場の映像も見せて、両親とエオ両親を味方につけていた。なんてバカな男なんだ。お前は、お前は。怒りでヒートアップしているエオ母は何度もエオの顔にパイをぶつけまくってた。でも、殴ってるわけじゃないから怪我の心配なし。特に助けない。ビーコ、あんた、本当にいい加減にしなさいよ。ママ、目を離すとすぐに人に迷惑かけて、ついには妹にも迷惑かけるなんて。顔面真っ白で両親に怒られる姉の姿は情けなさすぎて面白かったー。このまま様子を見たかったけど、一旦顔のパイを落としてもらうことに。二人のことを思い出しちゃった時に燃やすための記念写真も撮ったしねー。燃やす前提で写真撮ってるのくさー。パイ投げのために敷いたブルーシートの上で正座させられる二人。エオ、なんで婚約者がいながら浮気したんだ。それは、ビーコに迫られて、可愛かったからちょうどいいやと思って、何がちょうどいいんだ。言ってみろ。ひぃ。大声で怒鳴られて震え上がるエオはそれでも言い訳を続ける。違う。本当に、人は結婚するつもりだ。だからビーコとは遊びの関係なんだ。その言葉にスイッチが入ったのか、わなわなと震え始めるわね。私はやっぱり遊びだったの？結婚するって嘘だったのね。嘘つき、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 嘘つき。そんなこと言うなら、死んでやる。
金切り声で髪の毛をかきむしり始める姉の姿に両親と私以外ポカーン。姉は俗に言うメンヘラ。しかも、男に依存する上に自殺するする詐欺のタイプ。親が何度もクリニックとかカウンセリングとかに連れて行こうとしたけど、拒否して騒ぐから連れて行けなくて、お手上げ状態だった。メンヘラモードに入って金切り声を上げる姉にドン引きし続ける絵を。さすがにヤバい相手だと気づいたのか私を見てうるうるし始めた。一致許してくれ。B 断は離婚する。だからもう一回やり直そう。A をやめろ。一致さんにこれ以上の迷惑をかけるな。親父うるせえよ。一致、ないだろ。そう言って何度も土下座する A をは情けないことこの上なかった。そんな姿見せられても、何があろうと私の意思は変わりませんけどね。二人には慰謝料を請求するからね。あと A をには式のキャンセル料も請求するね。なんで？いや、何でも何も、当たり前じゃん。A をは婚約破棄だし、B 子は縁切りだよ。二人とも顔も見たくないから、結婚してまとめてどっかに消えてよ。あ、間違った。二人は法的にも結ばれた正式な夫婦だったわー。私の容赦ない言葉に何も言い返せない A を。しかしメンヘラは強かった。どうして？みんな私のこと裏切るの？もうこの場で死んでやるんだから。そう言ってどうやっても自殺できないであろう壁の髪の輪っか飾りを掴んで、首に巻きつけた瞬間、バチーン、プリーン、というビンタ音と姉の叫び声が響いた。倒れる姉と顔を真っ赤にして怒る父がいた。B 子、お前とは今日で親子の縁を切る。これまでは可愛い娘だからと、我慢してきたが、同じ家族にもひどいことをして許されると思うな。今までにないほどに怒る父にさすがにへらってる場合じゃないと思ったのか、騒ぐのをやめておろおろしてる姉。お前の部屋の荷物は持ってきた。後で玄関の前に置いておくから。A をさんが一緒なら安心だ。二度と帰ってくるな。はっきりと絶縁宣言をされると、姉は何も言わなくなってしまった。A を、わかってると思うが、これはお前が引き起こしたことだ。責任を取れ。私たちはお前を二度と助けることはないし、会うこともしない。A をも姉と同様に縁切りされて、その場に力なくしゃがみ込んだ。メンヘラも親父に勝てなくてくさー。両方の親父強すぎるだろう。青い顔した二人を置いて部屋を出ていく両親たち。慰謝料をバネに楽しい新婚生活にしてね。あ、コーラでも飲んで落ち着きなよ。選別、わら、にコーラを渡してから、私も家を出た。玄関のドアをバタンと閉めると同時に。じゃあ。って叫び声が聞こえたから。私と母でシャバシャバしまくったコーラを、開けちゃったんだと思う。あれから A とも姉とも接触がないから超快適。親も自分たちの時間ができて、嬉しそうだし、親孝行できたかなって思う。パイ投げやりたかったわ。一致呼んでくれればよかったのに。パイ投げ予想よりも楽しかったよ。A を母も、ストレス解消に最高。高いだけの下手なアンチエイジングより効くかも。って絶賛してたー。A を母、何かに目覚めててくさー。すっきりしたけど本当に姉と A を結婚させてよかったの？大丈夫だと思う。姉は歴代の理解のある彼氏くんのメンタルぶっ壊してきた猛者だから。どうやっても二人に楽しい結婚生活なんてやってこないよ。それに、A が姉と浮気して婚約破棄したことをちゃんと周囲に説明したから、A は家も職場も地獄で、精神的にどんどん追い詰められてると思うよ。まあ、私は A と同じ職場なんて嫌だからさっさと退職したから後は知らんけど。元婚約者と同じ職場はごめんだよなー。結構引き止められたけど、A には慰謝料払い続けてもらわなきゃならないから、職場に居続けてもらう必要があるしね。私は来月から両親と新天地で頑張るよ。じゃあ話に戻ります。そう言って一致はスレを去っていった。婚約者がいながら体だけの相手が欲しい、というだらしない婚約者と、自分勝手なメンヘラの一致姉は、ついにやりたい放題した罰が当たりましたね。一致の復讐のお祝いパイ投げは二人にとってトラウマになったことでしょう。以上、だらしない婚約者とメンヘラ姉にパイ投げで復讐したスカッと話でした。4本目は、出産直前に夫の浮気が発覚してしまった一致の話だっぴ。一致の代わりに浮気調査をするド天然義母に注目してご覧くださいっぴ。夫の浮気疑惑が浮上。しかも、なんと垂れ込み元は義母からだった。その時一致はお腹に夫との子供を宿しており、出産を目前に控えた妊婦。自由に動けない一致の代わりに義母が息子の浮気調査を買って出るが、義母は蝶がつくほどのド天然。天然義母が可愛い嫁のため、息子の浮気調査に、大奮闘した結果、誰もが予想しなかった阿鼻叫喚の修羅場に発展してしまい、出産中の嫁を放置して浮気相手とイチャつく夫、無敵のド天然義母にバレた結果、当方、臨月妊婦だがここに来て夫の浮気疑惑が浮上した。情報提供者はトメから聞いた話をそのまま書くからみんなの意見もトム。
黒です。お疲れ様でした。妊娠中の旦那の浮気は多いからね。でもいい留さんじゃん。自分の息子の不貞をちゃんと嫁に報告してくれるなんてさ。うちの留とは大違い。目撃時の状況説明詳しくお願いします。平日の真昼間、留が間もなく生まれる孫のためデパートで赤ちゃん用品をいろいろ物色してたらしい。デパートを出てタクシーを拾おうと待ってると、道路の反対側に夫がいたらしいんだわ。隣に女性がいて、留は最初私だと思ってデートの邪魔しちゃいけないって、遠くから微笑みながら見てたらしい。でもその女が私じゃないことに気づく。いっちちゃんみたいに、体がボテッとしてなかったのよ。細いペラペラな女だったわ。あ、でも手とかは繋いでないのよ。秘書かしらね。秘書にしては楽しそうに話してたから。誰かしらね。浮気だったらお母さん嫌だわー。トメは私を少々ディスりつつ、そんな風に話した後、その日買った赤ちゃん用品を、嬉しそうに一つ一つ取り出しながら私に見せて帰って行った。平日の真昼間だとしたら、やはりトメが言う通り秘書だろうか。ちなみに夫は自営業だが、秘書がいるという話は聞いたことがない。そもそも、ここ最近夫は多忙を極めており、妊娠期間と夫の繁忙期が重なってしまい、最近では夫の姿を家で見られる方が希少だ。私が知らないだけで、秘書がいたって何らおかしくはない。と自分に言い聞かせてみたが、帰宅は毎日早くて深夜。休日前は朝方帰宅が平常運転。その休日だって予測不能と来た。今が踏ん張り時なんだ、という夫の言葉を、信じていたけどやっぱり少し寂しい。あと、なんとなく止めの言葉を流せないのには、理由があって、夫の服から甘い匂いがしたりおかしな時間にライン音が頻発したりしてたから。旦那に聞けば解決。考えるだけ時間の無駄、お腹の赤ちゃんにも良くないよ。妊娠中じゃなかったらすぐ聞けるんだけどね。いろいろとこれからのことを考えると、現実から目を向けたくなるのよ。もし黒でも離婚とかすぐには無理。できない。調べないことにはどうにもならんだろ。浮気されたまま子育てしていく方が幸せなら、それでいいんじゃない？まさか子供のこと考えて離婚が無理とか言ってんのか？子供のためを思うなら生まれる前にいろいろと整理しておくべきだと思うけどな。しかしトメさんなかなかユニークな人だな。意見ありがとう。現実から目そらしちゃダメだよね。でも、怖い。あ、そうそう。うちのトメめちゃ天然なのよ。なぜか知らないけど、私の周りって、こういう天然な人？が多くてしょっちゅう振り回されてばっかりだから。ぶっちゃけトメの目撃情報も 100% 信じれないっていうか、今のとこすべて疑惑の段階だからなんとも言えん。とりあえず登場人物たちのスペックから書いてもらっていいか？夫とは交際1年でできこん。まだ結婚して数ヶ月の新婚だよ。もともと同じ会社に勤めててそこで出会って付き合い始めたけど、妊娠発覚前に夫は独立するため退社して、今は数人の社員たちと事業頑張ってる。私も1ヶ月くらい前から産休入った。子供が生まれて、少し大きくなったら結婚式したいねって話もあったけど、それもどうなることやら。かけることと言ったらこれくらいだけど。最重要人物、トメが出てきてないぞ。トメの情報必要？夫の家族構成はウト、トメ、夫、弟、普通の4人家族だよ。トメが天然だと判明するまではちょっと苦手だったな。悪気なく、心で思ったことが口に出ちゃうんだよね。さっきのボテッとか、ペラペラとかさぁ、でもそれが天然ボケだって察知した後は、なんて愉快な人なんだろうくらいになった。根はとってもいい人だからさ。この前もトメと妊婦健診一緒に行ったら、タクシーで来たのに駐車場に行こうとして、あれ車どこに止めたんだっけって言っちゃったり、エコー写真をスマホみたいに指で拡大しようとしたりする人。写真をスマホみたいに持って、親指と人差し指で拡大しようとしたってこと？そうそう、赤ちゃんの顔を大きくしてみたかったらしいよ。私が、お母さんそれ画像じゃないです。写真だから拡大できないです。って言ったら、3秒くらいポカーンとした後ケラケラ笑ってたわ。くっそアロター。でもなんとなく、そうしたくなる気持ちがわからんでもないな。確かにそんな天然ボケなトメなら浮気の目撃談も信憑性低いな。旦那に直接聞くのが怖いなら、トメにもう一回相談してみたら？もっとその時の状況を詳しく聞き出してそれでもダメならあなたが調べるか、直球勝負か。直球勝負はやめとけ。とりあえずこっそり旦那のスマホ見るのが一番手っ取り早い。トメに相談ねー。そうだね、さすがに自分の息子を見間違いはしないだろうし、もう一回ちゃんと聞いてみる。スマホも見れたら見てみるよ、また来る。果たして夫は、トメの目撃した女性と本当に浮気をしているのだろうか？イッチはトメから再び話を聞くべく、スレから去った。そして数日後。
あの後、夫のスマホを見ることはできなかったけど一つだけ分かったことがある。それは、夫には秘書どころか女性社員もいないということだ。それを踏まえて再度トメに話を聞いた。しかしトメは、その時目撃した男は息子で間違いないという。どうしようかしらね。浮気だったら私が殺してやろうか。少々、いやかなりフライング気味のトメはその後も頭を抱えていたよ。やっぱりちゃんとした機関に調べてもらうしかないですかね。ダメよ、あなた、浮気調査って随分とお金をぼったくるのよ。もうすぐ赤ちゃんが生まれるっていうのに、バカ息子のためにそんな大金使っちゃダメ。産後は何かとお金がかかるのよ。あ、じゃあ私がやりましょう。え？やるって、やるの方ですか？キャッキャと笑うとね。私が浮気かどうか調べてあげるわ、ボケ防止よ、ボケ防止。なんとここで、トメ本人が夫の浮気調査を買って出た。いやいやいや、すでにボケボケなんだよなぁ。いろんな意味で不安しかない。初手からバレそうなんだもん。でもお母さんも忙しいですし。それに調査は顔見知りがしない方が。顔なんて隠せばいいでしょ。ほら、探偵さんたちはみなサングラスしてるじゃない。やばい。トメのイメージしてる探偵は間違いなく松田優作だ。サングラスはお父さんのがあるし。ハットもあったかしらね。これはおばさんばあちゃんの工藤ちゃんがしてしまう。お母さん、探偵は目立っちゃダメなんですよ。大丈夫よ、絶対にバレないから。ノリノリなトメは、私の家にあったトレンチコートを強奪して帰っていった。その後、自宅に戻ったトメから探偵コーデをしたトメの全身写真が送られてきた。おそらく撮影者はウト。ウトも一体どんな気持ちで撮ったんだろうって思った。しかしその写真を見て、私は案外いけるかもしれないという希望が見えた。トメは普段メルヘンチックなファッションを好んできている。もし私が街中でこの格好のトメに会っても、気づかない自信があった。完全に変質者ではあるが、息子でも身の母親だと見抜くことは困難だろう。頼みの綱がもはやトメしかない私は、名探偵トメちゃんに全てを託すことにした。抜けてていい加減そうなとこがまさに工藤俊作だな。旦那にバレなくても、おまわりさんに連れて行かれそうだけど大丈夫かこれ。愛車はもちろんベスパだよな。ワイの愛車でくさ。またトメから報告があったら来ます。バレないことをお祈りください。バレる2票、2票、3票。と天然トメの探偵作戦は功を奏するのか、それとも、ひよこ民たちもバレるに全票を投げる中、一致が近況報告に訪れたのはそれからしばらく経っての頃だった。名探偵トメちゃんがやらかした。工藤ちゃん。もうトメのこと工藤ちゃん呼びで行こうぜ。なんのこっちゃわからんわ。あれから工藤ちゃんはすぐにボケ防止のため夫の監視に取り掛かった。例の探偵ファッションでね。ちなみに愛車はベスパじゃなくママチャリな。初日、満を持してママチャリで夫の会社まで。向かった工藤ちゃんは、夫の会社近くで夫を待ち伏せしていたらしい。しかし会社から出てきた夫は車だった。ママチャリで追いかけたけど、到底追いつくことはできず、ママチャリを放棄したとのこと。やっぱり初手で出花をくじかれているではないか。奮闘してくれている工藤ちゃんには申し訳ないが、私はやはり別の方法で調べるほかないと考えていた。しかしここで終わらないのがうちの工藤ちゃん。夫の車を見失ったところで、ここどこ状態に陥り軽く迷子になっていたところ、なんと目の前に夫と女が現れ、あるカフェに入っていったという。そう、車 VS ママチャリの対決で工藤ちゃんは案外車に劣っていなかったのだ。工藤ちゃんの脚力に驚きつつ、話の続きを聞いた。私が迷ってたらね、息子が目の前にいたのよ。横にはあの時のペラペラ女がいたわ。一瞬息子と目が合った気がしたんだけど、あの子全く気づかなかったわよ。と、なんだか嬉しそうに話す工藤ちゃん。そして、そこから夫たちの後をつけ、同じ店に入り、後方、側方、前方から遠慮ない連射攻撃を繰り広げたそうだ。工藤ちゃんは大胆にも夫と女が座った席の真後ろに着席。なんと会話まで録音してくるという超絶技巧を見せた。おまわりさん、こっちです。よく通報されなかったなおい。その日の探偵業務はそこで切り上げたという工藤ちゃん。夫たちを見送って、しばらくして自身も帰路に着こうとしたらママチャリがないことに気づく。盗まれたのだ。途方に暮れた工藤ちゃんがぼーっとしているとふと聞き覚えのある名前の建物が目に入った。公民館のウクレレ教室で知り合ったお友達がそこで働いているという話を思い出し、そのお友達に電話してみた。するとお友達が仕事中だけど暇してるから遊びにおいで、というので、ママチャリを盗まれたことなどすっかり忘れ、上機嫌で向かったそうな。しかしそこでも再び奇跡を起こす工藤ちゃん。キュー、いい派に行って言うら、ホテルなんだけどね。私のウクレレ仲間がそこでお仕事してるのよ。イッチちゃんもわかるでしょ？ほら、ガラスで顔が見えないようになってて小さい穴から計算したり、
鍵をくれたりするフロントのあのおばちゃんやってるのよ。以下、トメのお友達のことはハニーで行こう。登場人物のキャラが全員濃すぎて草。ああいう仕事ってどこで見つけるんだ？ワイもそこで働きたい。おばちゃんしかダメなんかな？若い人っていないよね。工藤ちゃんとハニーに行ったら取り合ってくれそう。以下、ニートたちの就職相談すれ。工藤ちゃんは仕事中のハニーの隣に座ってフロントの中で雑談会を開催していたそうな。美味しいお茶菓子を食べてねー。あんた何よその格好。で、大笑いよー。可愛い嫁のために、息子の素顔を暴いてるのよって言ったら、もっと大笑いよ。そんなにおかしいかしら？おかしいよ。おかしくてたまんないよ。自分の息子の浮気調査をノリノリでやってる。母親がどこにいんだよ。自然と自分の息子の不倫を笑い話で暴露してるあたり。工藤ちゃんのメンタルの強さを見習ったね。座談会は気づけば3時間ほど続いていたらしい。工藤ちゃんもそろそろ帰ろうとすると、ちょうどお客さんがフロントに鍵を返しに来た。工藤ちゃんは、そのお客たちが、出ていくのを見て、自分もフロントから出ようとハニーの横で待機していたそう。初めてのラ、捕食用体験にウッキウキの工藤ちゃんは、来る客帰る客の顔を、こっそりフロントの穴から覗き見しながら楽しんでいたらしいのだが、その客がフロントに背を向けた時点で工藤ちゃんが気づく。あれまあ、息子じゃないの。今まさにラ、フォーチェックアウトしたカップルが、先ほどまで自身が尾行していた息子たちであることに気づいたのだ。1日目の収穫量がえぐくて草。探偵はトメさんの転職だったんだな。道に迷った、目の前に息子と女チャリンコパクられた、目の前に息子と女。幸運すぎてわろたー、もう導かれているとしか思えない。ハニー曰く、あの人たち平日の昼間にしょっちゅう来てるわよ、とのこと。ハニーからその日の防犯カメラ映像まで持参して帰ってきた工藤ちゃん。いや、探偵してない時はトメ呼びさせてー、私は思わずトメを抱きしめたよ。それでもトメは不満そうなんだ。同じホテルにいるとも知らずに私ったらお友達とのんきにお茶会なんてしてたのよ。いや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 、お母さん、十分ですよ。一日でとんでもない量の証拠を集めてきたトメに、私は実家から送られてきたお肉と、封筒にその日の報酬を入れてお渡ししたわ。そしたら、トメは封筒を受け取らないんだ。これはお孫ちゃんに使ってあげなさい。で、珍しくまともな言葉を発すトメに私は涙をボロボロ流していたよ。どうしたのよ、イッチちゃん。そこで自分の中でなんかがプツリと切れたんだろうね。何証拠の収穫量に舞い上がってんだって。これを手にしたということは、大好きな夫はもう自分を愛していないこと。子供の誕生という人生で最も幸福な瞬間に、人生で最も不幸になること。将来への不安、夫への嫌悪感、トメへの罪悪感、いろんな感情がぐっちゃぐちゃに混ざって爆発したんだと思う。トメはずっと私を抱きしめながらごめんね、ごめんね、と繰り返してた。ああ、目からなんか汁が出てきたぞ。トメがいい人すぎて保護したよ。トメも針のむしろに座ってる気分だっただろうな。どうか息子と女だけが不幸になってほしい。と天然な行動がもっけの幸いとなり、一日にして夫の浮気を証明するには、十分すぎるほどの証拠を集めてきた名探偵とめ。出産目前という最悪のタイミングで、夫の浮気を知り泣き崩れるイッチだった。その後、イッチの書き込みがないまま、時間が過ぎていった。ひよこ民たちもイッチ夫婦のその後やとめの近況が気になる中、出産中で書き込みができなかったと言い、晴れてママになったイッチがスレに戻ってきた。そしてこれから、イッチは出産直後に起きた土天然義母によるド修羅場について語り出す。お久しぶり。無事出産を終えて、それからいろいろとバタバタしてたら報告遅くなった。まずはご出産おめでとう。ただでさえ心身ともにしんどい時にはイラのこと忘れないでいてくれて嬉しいで。いや、ここで吐き出すとスッキリするからこちらこそ聞いてくれてありがとうです。子供のタイミングで落ちるかもしれんがまた聞いてもらえると嬉しい。旦那と話したか？産後はどう過ごしてる？順を追って話してくれ。もちろんお子さん優先でな。オーケー。前回の書き込みからしばらくして、自宅にいるときいきなり破水したんだよね。もともと夫は自宅にいないことが多かったし、実家も県外ってことで臨月入ったときから、あらかじめ登録してた陣痛タクシー呼んでなんとか病院まで一人で行った。夫は連絡つかず、とりあえず両親と義両親に連絡を入れておいた。すると、トメからすぐに電話がかかってきた。電話越しでもわかる、大喜びのトメ。もうすぐ生まれるのね、こうしちゃいられない。あ、息子たちも私が連れて行くから、秒で飛んで行くからね、頑張ってね、イッチちゃん。病院で見てもらった後、とりあえず横になって陣痛待ちしていた。相変わらず夫とは連絡がつかない。両親も来られるのは明日の朝1とのこと。私は初めての出産で不安に押しつぶされそうになりながらトメを待っていた。
連絡がつかないというのに、もしかしてトメは夫の会社に行って連れてくる気か？それとも夫は、また浮気しているのだろうか。ただでさえ、夫への愛情はここ数日で、ほとんどなくなっているというのに、妻の出産時にもし仮に浮気をしていたとしたら、それこそトメにやってもらうほかない。愛情はほとんどないどころか、マイナスだ。我が子の誕生の瞬間にこんなことを思っている自分に嫌気がさしたが、なかなか始まらない陣痛と、静かすぎる室内に悶々とするしかなかったんだよね。しばらくすると、廊下が何やら騒がしくなる。ほら、暴れないでさっさと来なさい。必死に声を抑えているようだが、丸着声のトメの声と、バタバタと他数人の足音、その声が私のいる陣痛室の前でピタリと止まった。嫌な予感しかしなかった。開いたドアの向こうには、トメと夫、そして、ケイコ。夫の浮気相手であり、私の会社の同期でもあるケイコの姿があった。うわ、浮気相手と顔見知りのパターンか。工藤ちゃんの証拠見た時から気づいてたんか？うん、すぐにわかったよ。初めて知った時はショックすぎて子供生まれるかと思った。なんで旦那が一気の同僚と顔見知りなんだ？もともと同じ会社だったってスペックにあっただろドアホ。ああ、すまん。旦那の浮気相手はその稽古だけか？うん、トメ曰くおそらくそう。旦那はトメと一緒にいたの？いや、その日もトメが探偵に扮して夫と稽古の尾行やってくれてたらしいんだわ。ほら、ハニーっていたじゃん。ら、ほで働くトメのお友達。そのハニーが、夫がいつも利用する人時間をトメに教えてさ。それでその日トメが待ち伏せしてたんだって。夫たちがお楽しみ中に私から破水したって電話がかかってきたもんだから。これは一大事だ、と大慌て。探偵してることも忘れて、ハニーからスペアキーを強奪してなんと夫とケイコがまさに行為に、及んでいる部屋に突したらしいよ。イッチちゃんの赤ちゃんが生まれるのよ。で、本当は息子をやっちゃわないといけない場面なのに、孫誕生の喜びが勝っちゃって、なんか変なテンションで突っちゃったみたい。でもさすがは名探偵工藤ちゃんよね。しっかり動画にすっぱだかの二人を収めてきてくれてたわ。もう探偵の鏡よね。キュー、いいハニーの防犯システムゆっとゆるでくさ。ハニーも工藤ちゃんもグッジョブすぎる。傷をえぐるようで申し訳ないが、その動画の内容を詳しくしていいか？気になってしょうがないんだわ。イッチちゃんの赤ちゃんが生まれるのよ。あんたたちこんなことしてる場合じゃないわよ。じゃあ、お楽しみ中の二人、慌てて布団に潜る。母ちゃん、なんだよその格好。あんたたちこそそんな格好で何してるのよ。いや、こいつの相談に乗ってただけってか。ただの友達だか。嘘つけ、嘘つけ、相談じゃなくて女の上に乗ってどうするの。枕で夫をボンボコ殴る工藤ちゃん頭まで布団に潜り込ませる二人。ガタガタ騒ぐんじゃない、このバカタレ、今すぐ病院に行くよ。豪快に布団を剥ぎ取る工藤ちゃん。さっきから何取ってんだよ。いやあ、取らないで、変態。じゃかましんじゃ。黙ってさっさと出てきなさい。お、俺だけ行くから、イッチにはこのこと黙っててくれよ。な？二人とも行くのよ。そして二人でイッチちゃんに謝りなさい。いや、私は行かないもん。切れた工藤ちゃん。ケイコの髪をわしづかみ。あんたが行かないって言うなら私がこうやって引っ張っていくからね。おい、やめてくれ母ちゃん。いでででででで。やめて欲しかったらさっさと服着ろ。工藤ちゃんのあまりの迫力に関連した二人。こんな感じよ。トメグッジョブー。天然トメ面白い。グッジョブすぎて払いたい。しかし間もなくお産って時にバカ二人を連れてこられてはイッチも病院もいい迷惑だな。そうだね。さっさと陣痛庫行って思った。逃げ出したくてたまんなかったけど、せっかくトメが頑張ってくれたんだもん。私がはっきりしないとね、夫の顔を見ること自体が久しぶりだった。なのに隣には衣服の乱れた稽古付き、トメから状況説明を受ける前だったけど、何してたかなんて嫌でもわかったよ。その瞬間、なんか胸がスッとしたのよね。私と目も合わせられず、これから出産に挑む。私にかける言葉ではなく、必死に言い訳を探している夫と稽古のその目に、一気に愛想尽きた。本当は大声で二人を罵ってやりたい気分だったけど、いつ陣痛来てもおかしくないし、他にも患者さんたちが数人いたから声を抑えて、出産が終わったら離婚しよう。今のうちに弁護士探しときな。子供には絶対に会わせないから。って言ったんだ。夫も稽古も顔面蒼白よ。意味がわかんなかった。その覚悟で不倫してたんでしょうがってね。でも夫が信じられないことを言い出したの。頭に血が昇った下は手に負えないよね。今日たった一回の過ちで離婚するのか？その程度の絆だったのか？俺たちって。だって、夫のまさかの反論に、稽古も黙ってなかった。
そうよ、たった一回の気の迷いくらい、ちちゃんにだってあったはずよ。それに私たちの仲じゃない。夫さんとはもう会わないから、許して。ね、なんだろう。一気に陣痛が進んだ気がしたあ。ああ、一回だけじゃないし、その一回もダメだってことがわからんのか。私たちの仲って何？知り合いなら旦那を共有していい同盟でも結んでたんか？これは陣痛促進剤より効果ありそうやな。そんな同盟締結した覚えないわ。もうね、あまりに容量を得ないこと言われたら、人って思考が停止するんだね。頭がボワーってしちゃったよ。でもその発言を私以上に許せなかったのはトメさん。一回だけですって、まあ、あんたたち、信じられない嘘をつくのね。お母さんはあんたたちの浮気現場をここ数週間だけでも5回は見てきたわよ。あんた、会社よりも9E2に滞在してる時間の方が長いじゃない。証拠も山ほどあるんだから。そう言ってトメは夫と恵子にこれまで集めた証拠の数々を提示。トメのスマホの写真フォルダは、ほとんど夫と恵子の不倫写真で埋め尽くされていた。嘘800が通用しないと悟った二人は、強気だった表情をパッと泣き顔に変えた。イッチ、悪かった。こいつに仕事のことで相談があるって言われてさ、悩み聞いてるうちに、なんかほっとけなくてこんなことになっちまったんだ。俺も意志が弱いよな。流されやすい性格が、こんな裏目に出るなんてさ。違うのよ、イッチちゃん。私は本当にただ悩みを相談したかっただけなの。なのにこの人が急に押し倒してきて。ほら、私って特にか弱いじゃない？だからどうしても逃げきれなかったのよ。あ、じゃあ警察に行ってください。ゴーでこの人訴えてください。もはや逃げ場のない下二人。しかしここからさらにトメが追い打ちをかける。か弱いって、さっき、布団を引っ張るあなたの力はとてもじゃないけど、か弱いなんてもんじゃなかったわよ。イッチちゃん、この女はか弱いふりして、ものすごく怪力なのよ。タデ食う虫も好き好きとは言うけど、息子も見る目がないわよねー。こんなペラッペラな体のどこがいいのよ。まあ見る人から見たら、スタイルがいいって言うのかしらね。でもいくらスタイルが良くったってお顔が。ねえ、あんた、こんなお顔がタイプなの？体にしか興味がない証拠でしょ？止め、し。稽古はブチャイクなのか？なんだパンツ脱いで損した。風邪ひくぞ、もう吐いとけ。何このおばさん。止めの猛毒に侵された稽古は号泣。ここまでか。そう思われた矢先、再び部屋のドアが開く。もういいだろ、休ませてくれよ。そう思ったのもつかの間、鼻息を荒くしながら登場したウトによって、夫と恵子の地獄が再び始まった。病院側は何も言わんのか？ウトの登場に一番ビビり散らしていたのは夫。ウトは今でこそ穏やかだが、若い頃はブイブイ言わせてた暴走族の総長だ。今でもその頃のカッとなったら、頭に血が昇りやすい気象は残っており、怒ったら手がつけられないと夫が言っていた。その怒りの矛先が自分に向いていると分かった夫は、みるみる縮こまってしまった。夫はそのまま、ウトによって外につまみ出されていった。おそらく命は、助からないだろう。残されたトメとケイコ、そして私。静かになった室内で、何やらトメがごそごそと、カバンを漁って、スーパーのチラシを取り出す。そしてその裏に、離婚、届けとバカで書く書き、私に名前を書かせた。後でここに息子にも書かせるからね。あんたもぼーっとしてないでここに名前書いて。え、恵子にペンを持たせたトメは、離婚原因という走り書きの下に恵子の名前を書かせた。イッチちゃんが無事に退院したら、きちんと清書して提出しましょうね。なぜか即興で離婚届を作ったトメ。多分、正式に離婚するまでの期間でさえ。息子を私の夫でいさせることを申し訳ないと思ったんだろう。もう私の中では、あなたと息子は離婚した。だから出産の時はあのバカ息子のことなんて、考えずに、赤ちゃんとしっかり向き合いなさい。ってあなた、まだいたの？こんな神聖な場所に似つかわしくないから、さっさと帰りなさい。は、はい。トメは稽古を返し、どこか稽古はほっとした表情を見せていた。これで話が全て済んだとでも思っているのだろうか？稽古の背中を見送った後。来たかも。え、来た？陣痛来た？先生、お孫ちゃんが出てきたがってるみたい。ついに始まった陣痛。トメが終始そばにいてくれたことで、なんとか乗り越えられました。初産にもかかわらず、超スピード安産で誕生した最愛の息子。夫のことなんてすっかり忘れて、義両親と三人でデレデレしっぱなしだった。イッチちゃんにそっくりだ。ああ、あいつに似なくて本当によかった。あなたは生まれた瞬間から親孝行者、ジジババ孝行者ねー。翌日には私の両親も到着し、平和な入院期間を過ごした。
その間、夫は義両親によって私と息子への接近を禁止されてたそうな。ちら、う、ら、に、り、こ、ん、と、どけ。覚え書きのつもりかな？やることなすこと可愛い乙女だな。しかも夫が元暴走族。無敵すぎる。乙女が素敵。一気の両親はそこで真実を聞いたのか？いや、出産前から夫の浮気が原因で離婚するかもとは言ってたよ。じゃあまだ夫と稽古の地獄は終わってないんだな。わくてか、稽古もそのまま返しちゃってるし、まだまだこの時点じゃ何も終わってないよな。退院後に制裁したのか？詳しく。息子の誕生直前まで修羅場だった一致。なんとか離婚への一歩を踏み出したようだ。そして一致の体も幾分回復し、ついに迎えた一致親子の退院日。夫と稽古の本当の地獄はここからだった。迎えた退院日。ロビーに行くと乙女に両腕をがっしり掴まれた夫がいた。せめて子供の顔くらい。見ないで。汚れる。いや、でも子供の父親として。そうだね。あなたもこの親なんだもん。一旦病院を出て話そうか。夫は急に顔色をパッと明るくし、私にデレデレしてきた。私と息子は両親の車に乗り込み、夫は乙女の車に乗せられ出発。目的地に到着し、車から降りると乙女の車から争う声が聞こえた。やだ、降りない。ここがどこだかわかってんのか？俺、殺されるぞ。お前を殺してもらいに来たのに、今さら何を言っているんだ？やめろ。うらあ。暴れ回る夫を乙と父がどうにか取り押さえ、私は息子を母に預けて乙女と共に、インターホンを押す。一軒家の家の中から、男性が出てきた。夫が悲鳴を上げるほど嫌がるのも無理はない。あ、私稽古の同僚の一致と申します。今日は旦那さんにお届け物があってきました。は、退院して直行で私たちが向かったのは、稽古が旦那さんと暮らすアイノスだった。うわあ。稽古も既婚者、ダブル不倫だったのか。いや、おーい。ワクテカが止まりませんなぁ。ワックル、ワックル。稽古旦那の前に放り出された夫。お届け物の引き渡し完了と。稽古さんはいますか？あ、はい。稽古を。一致さんという方が来られてるぞ。真っ青な顔で旦那の背後から出てきた稽古。顔の正気はすでに失われていた。赤ちゃん無事に出産したの。だから出産祝いとして慰謝料もらいに来たわ。はい、これお宅の奥さんとうちの息子の不倫の証拠のコピーよ。あ、息子のことは焼くなり煮るなり好きにしてちょうだい。トメがファイリングした証拠を稽古旦那に渡す。私は、稽古に弁護士の名刺を渡して、旦那さんともしっかり話し合って、決心したらここに電話してね。という言葉と夫を残し、私たちは稽古宅から退散。車に戻ると、待機してた母が、あんた、贈り物にはちゃんとのしを貼ったの？って真顔で言ってた。お母さん、夫にどうやってのし貼るのを。ええ？夫くんを届けてきたの？なんだ、お母さんてっきり、お祝いのお返しを届けに来たのかとばかり思ってたわー。だって母の天然も炸裂したところで帰宅。その後の夫はどうなったかしらね。のしー、ママンまでど天然かよー。ああ、なんか周りに天然多いって書いてたのこのことだったのかー。まったく、トンチンカンな家族だことを。そうそう、だからトメを手なずけるにもそう時間を要さなかったよ。超変対策。おつ、最高にスカッとした、で、無事に離婚したのか？今まだ色々と弁に詰めてもらってる段階だけど、私はとりあえず実家に戻ってきてる。もう前の会社も辞めないといけなさそうだし、これからのことはのんびり考えるよ。乙女は孫に会えなくなって寂しかろう。乙女にはちゃんと今後も会わせるよ。特に乙女には今回すごくお世話になったし、出産前よりも絆が深まったからね。息子の祖父母としてこれからも長生きしてもらわないとね。妊娠中にされた裏切りを、女は一生忘れられないとは言いますが、乙女の天然で夫の愚行は見事暴かれ、一致は出産を機に夫と決別。どうか一致の受けた傷が一生残らないよう祈るばかりです。以上、天然キャラを炸裂させたキュートなおばばの話でした。5本目は、ド天然一致がママ友軍団にいじめられている件について相談するお話だっぴ。今回は、ママ友軍団との関係について悩みを相談する一致のスレをご紹介。内容は、娘の幼稚園のママ友たちに避けられているというもの。スレミンたちは、一致から具体的なエピソードを聞き出していくうちに、一致のぶっ飛んだ言動の数々に驚愕爆笑。そりゃ避けられるわ。と思わず言いたくなるほどの天然女だったのだ。早速、スレ中を笑いの渦に包み込んだ一致の話をご覧いただこう。ママ友軍団にいじめられる私、しかし私は超天然女だったので、娘の幼稚園のママ友たちとうまくなじめない。なじめないというか、嫌われてると思う。どうしたらいいんだろう。
悩み相談的なのもありなのかな。初書き子なのでよくわからない。悩み相談乗るよ。まずは詳しくスペックや経緯を書いてね。ありがとう。私、31歳、専業主婦夫、34歳、自営、娘、5歳、幼稚園、ママ友達、20代から30代、いつも 3,4 人で群れてるグループ。引っ越しの関係で今の幼稚園には年長さんから入れた。おませで明るい性格の娘は新しい幼稚園にもすぐに馴染んだ。馴染めないのは私の方だった。どちらかというと私も人見知りはしない、明るい性格だと思う。娘が一番仲の良いこのママと最初に話したのがきっかけで、そのママが所属する同じクラスの数人のママたちで構成されたグループに入れてもらえた。私はママ友というのに少し憧れがあった。子供たちを幼稚園に送った後にママたちだけでお茶したりランチしたり、子供の行事には家に招待し合ったり、そんなのがやってみたくて、当初は本当に嬉しかった。私のママ友仲間との初めての行事はやはりおしゃれなカフェでのお茶会だった。子供たちをバスで見送った後にそのままママたちとカフェに行くことに。前日から誘われてたので、私も馴染めるように朝からメイクを頑張って、お気に入りのワンピースを着て参加。結果、案外ラフな服装が多いママ友たちに。気合入りすぎ。普段からそんな感じなの？さっき先生も一致さん見てびっくりしてたよ。なんて言われてちょっと恥ずかしくなった。私の中ではママ友たちとのカフェって、漫画でよく見る貴族のお茶会的なもっときらびやかな感じだと思ってたけど、なんかちょっと違ったみたい。他のママたちはみんな若くて綺麗だから私みたいに頑張らなくても十分花があった。みんな、私をからかいつつも気さくに話してくれて優しい人たちばかりだ。私をからかいつつも、優しい人たち。バカにされてるだけじゃね。お茶会が始まるとママ友たちは、最近夫からもらって嬉しかったプレゼントについて盛り上がっていた。みんな、ブランドのバッグや話題の化粧品。そんな話をしながら顔が乙女になってて、可愛かった。旦那さんラブな感じが伝わってきてこっちまでにやけてしまった。一気さんは？と私にも話を振られた。何かなぁ？ものではないけど、この前、ずっと行きたいって言ってた。回転寿司に連れてってもらった時は嬉しかったかなぁ。え？回転寿司、行ったことないの？うん、初めて行った。しかもめっちゃ美味しいし、お寿司以外にも、一品物とかデザートもいろいろあって娘と二人で食べ過ぎて夫に怒られちゃった。一気さんコスパ良すぎ。貧乏人には優しいお店よね。でも回転寿司で食べ過ぎて怒られるって旦那どんだけケチなの？となぜかみんなに笑われた。この辺から、ちょっと私浮いてるなーって、思い始めてた。でもまたすぐに次の集会に誘ってもらえたから気にしてなかった。回転寿司行ったことないって珍しいけど、別にそんな人探せば大勢いるだろうし、ママ友たちがこぞって一気をバカにして楽しんでる感は否めないな。結局ママ友会って要は見え張り合うだけのコミュニティでしょ。旦那が稼いできた金でコーヒー一杯1000円とかランチ5000円とか出して贅沢して、旦那の年収で勝手に張り合ってるんだもんな。アホらしい。こんなのさっさとカットアウトしちゃえばいいじゃん。ある日の休日、近所の公園に子供たちを連れてピクニックに行こうと誘われた。ピクニックとか初めてだったから、一応前日にみんなお弁当作っていくの？って聞いたら、近所に安い弁当屋があるからそこでちゃちゃっと買ってくよって言われたからほっとした。私は可愛いお弁当とか作るセンスもない。そして当日、公園で子供たちとレジャーシートを広げて昼食タイム。ママ友たちはなぜか全員子供たちに手作りのお弁当を用意してた。あれ？みんな近くのお弁当屋さんで買うって言ってなかった？あ、ごめん、急遽子供たちがキャラ弁がいいって言い出して作ったの。うちもうちもとみんな揃いに揃って可愛い手作り弁当だった。娘に、ママ、こんな可愛いお弁当作れないよね。ってぼそっと言われて申し訳なかった。仕方なく私は買ってきたお弁当を出す。あら、娘ちゃんだけ手作りじゃなくてかわいそう。コンビニで買ってきたんでしたっけ？梅干し？ツナマヨ？それとも鮭かしら？ごめんね娘ちゃん。今度は頑張って可愛いお弁当を作るね。私は大きなカバンから重箱を取り出した。ママ共に教わった弁当屋が休みで、急遽すぐ隣の和食屋さんに聞いたらテイクアウトのお弁当があって助かった。三段になった大きな弁当に子供たちはなぜか興奮。蓋を開けると歓声が上がった。うわぁ、娘ちゃんのお弁当でっかい。いいないいな。ハンバーグだ、エビフライ、え？お肉もある、すごい。うん、みんなで一緒に食べようと思っておばちゃん一番大きいの買ってきたんだよ。デザートもあるよ。ママたちも一緒に食べよう。こら、あんたは自分の弁当があるでしょ。こっちの方がいい。だってママの弁当肉がないもん。
卵焼きだって焦げてんじゃん。ママが食べてよ。と親子で小競り合いが始まった。娘が嬉しそうにお友達と一緒に食べてくれて、私も嬉しかったー。結局、ママ友たちは子供たちが放置した手作り弁当を食べててちょっと申し訳ないことしたなって思っちゃった。重箱はロター。このママ友たち性格やばいけど、イッチが斜め上行きすぎてて、なぜかかわいそうと思わない。確かにいじめられてるはずなんだけどなー。実際キャラ弁って見た目にこだわってるだけでおにぎりメインの体に悪そうな弁当だよな。それに比べてイッチの重箱弁当は和食屋のやつだから味も種類も良かっただろうね。天然でママ友のメンタルズタズタにしてる図が爽快なんだが。やっぱり私って天然なの？よく言われるけど私は至って大真面目なんだけどな。自覚なく私はママ友たちの気分を害してたんだろうね。確かに一生懸命作った弁当を私のせいで子供たちに食べてもらえなかったらそりゃ悲しいよなって思った。まあ一応その後ちゃんと謝っておいたよ。ママ友の一人がインスタにその日のピクニックの写真あげててさ、なぜか私と娘がキレてて写ってない写真だったんだよね。だからグループラインで私全員が綺麗に入ってる写真あるよって写真送ってあげたら、超爆笑、くさーとだけ返事が来た。中にはまだ20代半ばくらいのママ友もいて、みんな SNS とかちゃんとやってるから、私もインスタちゃんとしなきゃなと思ってそれからアカウント作って始めた。くさ、あなた好きだわ。天然のお手本を見た。イッチはどんな写真をインスタに上げてるの？他のママ友と同じように、夫からもらったものとか、夜ご飯の写真とか、家の中のインテリアとか、別に大したものはあげてないよ。でもお茶会の時、ママ友たちに、イッチさん、写真の無断転載はダメだよ、ハッシュタグつけないのは転載がバレるから、もう、ほんと面白いって言われてちょっと意味わかんなかった。ハッシュタグは使い方がよくわからなくて、つけてないだけなんだけどなって思いながら聞き流してた。イッチ無断転載してるの？してないよ。自分で撮ってるものなのに、はいはい転載をつーとかコメント書かれる。コメントないより反応してくれる方が嬉しいから気にしてないけど。ということ？イッチは金持ちなん？こんな感じで、結局最後までなんか私だけグループに馴染めないまま、娘の卒園の日が近づいてきた。卒園後も子供たちの小学校は同じ予定だから、みんなとは今後も仲良くしたいんだけど、卒園式が終わったら、みんなで卒園旅行に行こうって誘ってもらった。今後の関係のためにも、ここでうまく打ち解けていい関係を築きたいなって、思ってるんだけど、どういうことに注意したらいいんだろう？人との距離の詰め方が下手なのかな。旅行で注意することとか、こんな話し方をしたら人間関係うまくいくよってコツはある？ぶっちゃけママ友軍団は、イッチをおちょくるのが面白くて誘ってるよな。うん、それに気づかないあなたは本当に天然なのか、バカなのか、アホなのか。別にこのグループにすがりついとく必要もなくない？小学校に入ったら、子供はまた、新しい友達できるし違うコミュニティもいっぱいあるでしょ。何の得もないよ、こんなグループ。コツも何も、イッチは群れには合わないんだと思う。今回の旅行を最後に、今後は関わらない方がイッチと娘のためだと思うが。やっぱり合う、合わないが一番大きいか。でも子供同士がすごく仲良いから、その関係が崩れない程度にしないとだよね。今回の旅行では、ママ友たちの言動に、ちょっと気を向けながら今後のこと考えてみる。また来ます。何回言われたらはっきり言い返して、そこで終わりって割り切ったらいいじゃん。イッチに自覚がないだけで普通にいじめだし、イッチで判断がつかんのなら、また旅行での出来事ここに書いてくれたらこっちで判断するよ。いじめが全く効かないイッチのスルースキルマジ羨ましい。こうしてイッチはママ友達との卒園旅行に行きました。その後、衝撃の報告がこちら。ママ友達との関係で悩んでたものです。卒園旅行から帰ってきた後も、ちょっといろいろあってバタバタしてた。まだ見てくれてる人いたら嬉しい。とりあえずイッチ娘卒園おめでとう。報告よろしく。旅行当日、旅行の手配はすべてママ友達がやってくれてたから、私は言われた通り朝7時に娘と2人で指定された待ち合わせ場所に行った。でも、時間を過ぎても誰も来ない。不安になってママたちに電話をかけても、誰一人として繋がらなかった。バスを1台借りてるって言ってたけど周りに、バスも見当たらない。私はグループラインで送られてたバス会社のホームページを見て、そこに電話をかけた。すると、予約は10時と伺っております、と言われた。え？そうなんですか？おかしいなぁ。確かに7時出発って言われたのに、みんなもう行っちゃったのかな？ 10 時にバスが来たとしても誰も来なかったら、運転手さんにも申し訳ないし。一旦、10時のはキャンセルしていただけますか？という流れで私は一旦バスをキャンセル。
その後もずっといろんなママ友たちに電話をかけ続けたが繋がらなかった。とりあえず10時まで待とうかと思ったが、娘はこの旅行が楽しみで仕方なく家に出戻るという選択はできなかった。仕方なく家で休んでる夫に電話をかけて事情を話すと、別にホテルが一緒ならあっちで合流したらいいじゃんと言われたので、あ、そうだねと簡単に納得して、娘の機嫌をこれ以上損ねないよう夫に車で目的地まで送ってもらうことに。その間もママ友達からの連絡はなし。先に目的地について夫もママ友達と合流するまで付き合ってくれるというので、単純に家族旅行を楽しんでいた。早速一機だけはぶられてて草。誰も来ないな。よし、バスキャンセルしたろ。は、強者すぎるママ友軍団はどうなったの？10時に予約の時点で嫌がらせって気づくよな。嫌がらせに嫌がらせで対抗しててはろた。10時になってやっと一人のママ友から電話が入った。一機さん、今どこを？やっと連絡ついた。みんなこそどうしたの？なんかあった？え？何って、待ち合わせ場所にいるけど今日10時集合だよ。え？そうだったっけ？私には7時って連絡が来てたけど。ごめん、間違えて送っちゃってたかも。そうなんだ、私は先にホテルの近くで観光楽しんでるよ。後で合流しよう。バス、キャンセルしちゃった。はぁ？ごめん、みんな電話に出ないし、バスが10時に予約されてるって言われて。10時ってのも変な時間だし、予約間違って入れたのかと思ってキャンセルしちゃった。はぁ、なんで勝手にキャンセルすんのよ。バスが来た後にキャンセルしたらキャンセル料 100% 取られるって言われて、3時間前のキャンセルなら 80% って言われたから早い方がいいかなと思って、キャンセルしておいたんだけど、みんな集まれたんだね。よかったよかった。よかったよかった。じゃないし、あんた何言ってんの？ホテルはキャンセルしなくていいよね。多分ホテルも当日キャンセル料 100% だから、絶対来てね、待ってるね。ちょっと、は？バスキャンセルされてるのにどうやって行けって言うの？私は夫に送ってもらったよ。車で3時間くらいだよ。また着いたら連絡してねー。って電話を切って家族で遊びながらママ友達の到着を待った。確認だけど、待ち合わせ時間はガチで一致が間違えてたの？いや、グループラインで7時集合って来てたよ。向こうの間違い。向こうの間違いっつか、嘘な。そしてチェックイン時間、4家族での旅行のはずなのになぜか予約は3部屋しか取られてなかった。それ以外は満室って言われたから、もう一部屋確保することはできなかったけど、私たちは一番乗りの特権使って、一番景色がいい部屋を陣取った夫も一緒に泊まれることになったから、そのまま夫も居座ってた。なぜか予約は3部屋しか取られてなかった。わろた。もともと部屋ない奴が最終的に一番いい部屋使ってて草。そもそも旅行にカウントされてなくて草。やっぱり？最初から私たちを旅行には連れて行かない計画だったよね。さすがの私でも途中からそうじゃないかなって気づいて逆に申し訳なかった。ママ友たちはチェックイン時間を過ぎてやっとホテルに到着。貸切風呂から部屋に戻ってきたら、げっそりしたママと子たちと遭遇。感動の再会を果たした。ママ友たちは私がバスをキャンセルしちゃったことで、足がなくなり、ホテルが山奥だったこともあって電車とバスを乗り継ぎ、やっとの思いで到着したらしい。さすがにブチギレられちゃったよね。一気さんの部屋なんてないんだけど、ここまでの交通費も出してよ。え？でも私も旅費は払ってるよ。なんで部屋がないの？バスのキャンセル料は私が払うから交通費はそれで賄えば問題ないよね。夫が騒ぎを聞きつけて部屋から顔を出すとママ友達は黙ってしまった。どういうこと？ん？わかんない。あ、でも部屋が足りないよね。ママたちがゆっくりできるように、みんな今日はおばちゃんの部屋で一緒に寝よう。と言うと、ママ友たちの怒りは少し落ち着いたみたいで安心した。子供たちは、私と夫の過ごす部屋で全員一緒に過ごさせた。大人には嫌われるけど子供の扱いは近いち。いや、腹黒い大人たちさえ手の内に収めてる。天然なのか、作詞なのか。一気から金取ってて部屋押さえてないのは普通に泥棒でしょ。バスキャンセルの流れは正直俺も意味わからんが、そもそも一気を誘っておきながらそんな嫌がらせする方がよっぽど悪だろ。バスなかったら帰りはまたどうしたの？帰りはみんな車に乗せろとか自分だけ車でずるいとか言われたけど、車の定員7人だから全員は乗せれないし、子供たちと荷物は車に乗せてあげて、帰ってお詫びの気持ちも込めてうちに招待するって言ったら、なんか納得してくれて、ママ友3人にはなんとか電車とバスで帰ってもらった。自宅に戻ってきて、子供たちを家で遊ばせながらママ友たちを待った。ママ友3人は、一致の悪口で大盛り上がりだったろうな。家に呼ぶのはこの時が初めて？
ここでまた一致のことを陥れようと企んで、すんなり納得したんじゃない？じゃなきゃ向こうから縁切るだろこんなん。インスタの無断転載を確認するためねえ。ここまで奇妙な言動でママ友やスレミンたちを困惑させてきた一致。しかしこの後、一致の本当の正体にスカッとなエンディングが用意されていた。夕方になってママ友たちも合流。初めて家に招き入れるから私も緊張した。旅行でちょっと申し訳ないことしたからお詫びは盛大にしなきゃと思って、いつも記念日とかの時に家に来てもらう店の大将に急遽連絡を入れてきてもらった。大将とは？家族で行きつけのお寿司屋さんがあって、そこ時間が合えば出張もしてくれるんだ。言うて大人数なら食べに行くのとそこまで値段変わらないんだよ。待って、一ちんちはガキの金持ちか？一ちは専業なら旦那は何の仕事してるん？年収は？夫は自営業だよ。業種は控えとく。年収で言うとざっくり7000とか？私あんまりお金の管理しないからわかんない。すげえ。ああなんか話つながったわ。続けて。いろいろと準備を整え、子供たちを遊ばせているとピンポーンと玄関のチャイムが鳴った。とにかく不機嫌なママ友たちの機嫌を取り戻そうと頑張った。でもなぜかママ友たちの表情はみるみる曇っていく。ここ、一致さんち？うん、そうだよ。来てくれるの初めてだよね。え、部屋何個あんの？リビング広すぎでしょ。地下キッチンにいる人は誰？部屋は5個だけど、さすがにこの人数だとちょっと狭いよね。ごめんごめん。そう言ったそばから、子供たちが広々とした部屋の中をキャッキャと走り回っている。あの方は行きつけのお寿司屋さんの大将だよ。ここのお寿司とっても美味しいから、ぜひみんなに食べてもらいたくて。ああ、へえ。ママ友たちは3人で部屋中を見渡しなんだか落ち着かない様子。わ、子供くん、それ触らないで。ママ友が、子供たちが投げて遊んでたビトンのサッカーボールを取り上げた。なんでだよ、返してよ。娘ママが遊んでいいって言ってくれたのに。うん、いいよいいよ、誰も使わないし。なんだよビトンのサッカーボールって、そんなのあんのかよ。全く実用性がないとこにブランド品使ってて子供たちに平気で触らせるあたり、本物の金持ちだな。ごめん、イッチのこと見くびってたわ。これってイッチさんがインスタに上げてたバッグじゃない？ママ友の一人が、夫がくれたシャネルのショルダーバッグを指さして言った。あ、そうそう、夫が去年の誕生日にくれたんだけど、小さくて何も入んないから全然使ってないんだよね。イッチ、ダイソーのトートバッグばっかり使うんですよ、どう思います？は、あははは。夫の一言でやっとママ友達から笑いが起こってほっとした。みんな座ってお寿司食べようよ。飲み物は何にする？立ちっぱなしのママ友達をやっとの思いでテーブルに座らせたが。え、これ大理石じゃん。皿もエルメスなんだけど。と全く私の話を聞いてくれない。早くお寿司を食べてほしいのに。この前取引先の会長がくれたワイン開けようよ。夫がワインセラーから高いワインを取り出した。私が飲みたいって言ったら、1本100万するから簡単に開けちゃダメ、って言われたのに、ママ友の前では見栄を張りたいようだった。なんかもう住む世界が違くて頭痛くなってきた。イッチのくせに生意気なんだよな。美味しいお寿司と高いワインを口にしたママ友たちは機嫌が大変良くなり、お寿司や私のもの、家の中の写真をパシャパシャ撮って、インスタで初めて私のことをタグ付けしてくれた。お茶吹き出したー。うまいこと利用されてんなー。お寿司越しにシャネルのバッグを映り込ませて、仲良しママのお宅でママ会、やっぱりお寿司は出張が一番、って書かれてそう。また家に大将呼ぶときは私も呼んでー、と、ママ友から言われて嬉しかった。初めて打ち解けられた気がした。うん、また誘うね、今度みんなで回転寿司にも行こうよ。と言うと、それは無視された。私はあの値段であのクオリティを出す回転寿司の虜になってしまったというのに、その後も話は盛り上がって、ママ友たちにも満足して帰ってもらえたようだった。これからもずっとこのママ友たちと仲良くしたかったんだけど、その後すぐに、急遽夫の仕事の関係で引っ越しが決まった。せっかくここまで来たのに、娘の小学校の入学の関係もあって、本当にバタバタで引っ越すことになった。今はもう新居に引っ越し済み、引っ越しが決まった時に、あのママ友達とはもう関わるな、と夫に言われた。なんで？と聞くと、家を見て態度を変えるような人たちとは付き合うな、だと。ここで夫にママ友達の思惑や行動の裏側を説明されて、やっと私もママ友達の本性に気づいた。ここまで気づかないなんてバカだと、夫に怒られて反省した。だから引っ越す時、娘にはお友達ときちんとお別れしておいでって言ったけど、私から特にママ友達に引っ越すことは言わずにそのままその地域を離れた。その後、ママ友の一人から LINE で、一致さんのお家で入学祝いしようよ。って入って、子供から私たちが引っ越したことは聞いてないんだと知った。
私たち、引っ越したんですよ。と返事をすると、え、なんで、友達でしょ？なんで教えてくれなかったの？できた。友達という言葉に心が揺らいだが、それが本心じゃないと知った以上、今後関わることはやめようと思って。家どこを？引っ越しても友達じゃん。遊びに行くから住所教えて。と来たので、シンガポールです。と言って、適当な住所を教えておいた。ちなみにこれは嘘。がっつり国内にいる。そしたら、今度シンガポール行くね。とママ友達は旅行計画を練ってる模様。もちろん航空券だけ予約して、宿はうちを頼ろうとしてる感じだから。旅行当日に音信不通になってやろうと思ってる。おつ。最後めちゃくちゃ性格悪くなっててわろた。金持ちってだけでここまで態度変わるんか。ハイエナみたいな女どもだな。嘘の住所はグッジョブ爽快でした。空港で一気と連絡取れずに慌ててる姿みたい。結局、ママ友達が一気にしたことは全部 U ターンして、自分たちの顔にパンチめり込んでるよな。最後の一言で天然覆されてるし、一番的に回しちゃいかん相手なのは確かだわ。経済力のある天然一気をいびった結果、痛い目に遭ったママ友達の、因果応報なお話でした。以上、個性的なキャラたちが浮気夫に復讐する話でした。最後まで見ちゃったあなたは、ひよこみんと相性がいい貴重な存在だっぴ。真ん中のボタンからチャンネル登録して、ぜひまた他の動画も見に来てほしいっぴ。楽しみに待ってるぞー。